これでね今、始まったはずです。すみません、お待たせしました。すみません、皆さん、お待たせしました。ちょっと見積もりを途方もなく間違えてしまいました。<laughs> あと、途方もなく間違った感のある画角でお届けします、本日は。<laughs> だ,だいぶ斜めにい、ね、っちゃってるんですけど。<laughs> 聞こえてるよねこれみんな聞こえてるよねうん来たって言ってる聞こえてそう聞こえてそう今手元の画面で見てますけどねすごい斜めてるわでしょそうなんだよあの養老天明飯店地ぐらい並べてますされあれで三鷹にある有名な建築家が作ったあの長生きすると言われてるいや養老天明飯店地は岐阜ですねあれそれ三鷹にあるのは三鷹にあるじゃないの何飯店地だっそれもね天明飯店住宅みたいなやつだよ名前めっちゃ似てるんだよその二つ現代アウトの人だよねそうっすやめようかと話 とりあえず乾杯しますか、みんなね、みんな多分お酒一緒に飲みながら見てくれると思いますんで、しましたお待たせして申し訳ありません、皆さんも一緒に飲みましょう、僕らの目の前には、ですね差し入れでいただいたシャンパンがありますね、嬉しいですね、ムだそくんヘビーユーザーさんから、シャンパンとシャンパングラスが送られて、グラスももらったんですか、これも送られてきたの、一緒に。 用意よ,よめっちゃ嬉しいよね。堀本さん家にあの汚いグラスしかないことしてたんですね。ありがとうございます。<laughs> そうですね、汚いグラスで飲まないようにっていう配慮ですね。<laughs> じゃあせっかくなんで、堀本さん宛にもらったものだと思うんで、堀本さんが開けて,てあ。そうですね、一応、原稿の脱校祝いっていう名目で送られてきたんですけど、優しいでもね、めちゃめちゃあれだったよ。ゆる言語学ラジオの話を手紙に書いてくれていて、うん、手紙をくれたんですかそう、手紙も一緒に同封してくれて、めっちゃゃいい人じゃんなんかね、あれだった。 このシャンパンの語源はそもそもシャンパンの地方のなんとかでこの銘柄はなんとかの辛口極,極み辛口と言われる種類で辛口なんですねそう堀本さんの芸風にぴったりかなと思いましてすごいねめちゃめちゃね配慮のこもった数え悪魔みたいな、ね、メッセージで,れれで最高であと一生開けられないです、うん、一生開けられないんだけど <laughs> えこれ開けられなくね、開けるとこなくない開けるとこなくないハサミいらないこれ ハサミ持ってこようかいや、ここペリペリじゃん、絶対これ。ペリペリできるぞ。うん、ちょっと繋いといて。はい。いや、でもね、皆さん、本当、あれも見てくださいましたかね、ライブ配信も。えー、日本放送様のチャンネルでやってた、えー、なんだっけ、ポッドキャストアワーズもう忘れてしまった。終わった瞬間、全部忘れてしまった。あ、これコルクだ、これ、ポッドキャストアワーズー大,丈大,丈大丈夫。だ本当、大丈夫。よかった、ね。変わった画角とかね、すっげえ斜めとかコメントがいっぱい来ておりますけど。これはね、もうそういうこと。皆さんの寿命を伸ばすための配信であって。はい おあ、りがとうございます出た、これくるくるするやつだ。これだよね、シャンパンといえば。うん、くるくるだよね、シャンパン。これ大丈夫かななんかシュワーってなって、機材全部終わらない。<laughs> <laughs> 機材全部終わる未来が見える。怖っ。えー、っと、だから、えー、っからえっと、だから、いや、こ,ここ、あ、違うな,な。でもそうだね、百歩譲って、百歩、うん、譲って、こことかな。あ、あ、あ、ちょっと。 あの僕の声がめっちゃ遠くなるかもしれませんがすいませんちょっとご容赦ください敵は悪いな <laughs> ちょっとねごめんなさいあの50分ぐらいにこの家に着いて、うん、10分でここまでやってもうこっちもねなん何が何だかちょっと分かってないです正直パニックですねはい前後不覚ですあのポンってなったらポンってなったらあの音いマイクに入れたいからはいはいここでちょっとやるねマイクにかかる全部 <laughs> このマイク死んでしまうからなよはい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  いくよすポンってなるかなポンってなるかなポンああ<ー>やめてそういうのそれやめてあの、今びっくってなっちゃったから <laughs> 今開いたのかな <laughs> そう,いうのやめましょうおいくよ、たきそう、あきそううわ、はい、ーい<ー>音音おれお気するけどういーいいいおいおいい音。酒をくれいい音はいはい、はい、あいごい煙出てい煙確かに。煙出てるよ。確かに あ,あ<ー>なんか良さそう、いい酒感あるシャンパングラスってね、泡が立つようにそこにわざとガラスかなんかで傷つけてるんですよね。いいあ,あそうなんだ。そうなんですよ。ガ<ー>ラスの底になんか傷をつけると泡がこうそこから立つから、あそうなんだ。傷をつけてるっていう話を聞いたことがあります。早速、シャンパンうんち香り込んできました、ね、まあまあ、ちょっと間をね、つなぐためにはうんちくが必要でしょうよさ。さすがでございます。これ怖っ、倒しそう。こうもらおうか。いいかはい、大丈夫でしょう。<laughs> よしじゃあ無事にねポッドキャストアワード我々ベストナレッジ賞とリスナーズチョイスダブル受賞ということですねもう本当に皆さんありがとうございますありがとうございます一緒に飲みましょう乾杯乾杯お疲れお疲れですああ辛いねああでもね後味にかなりブドウの白ブドウの 甘みがきますねいいシャンパンな感じするわ味濃いそこからずっと泡立ってるじゃんこれそこの傷本当だすげえこれは絶対カメラに映しても映らんやつ本当だ同じとこから泡出てるのよく見るとそうでしょあこれ傷なんだそういう構造だと思いますたぶんえ一応説明しておきますとジャパンポッドキャストアワード今年で3回目のアワードなんですけど そこで我々、大賞と,、えー、とベストナレッジ賞、ナレッジってのは知識者ですね、ノミネートしていただきまして、うん、本日、ベストナレッジ賞をいただきまして、さらに、えーとですね、リスナーズ・チョイスっていうのは、皆さんからの投票の高によって受賞が決まる賞でして、うん、それでね1位取ったのめっちゃでかいんですよ。つまり我々が今、日本で一番票を集められるポッドキャスターそういうことですね。そういうことになりますね。民主的に一番いい。ね、いやー、しいな。嬉しいなー。 はいあのぶっちゃけさ、あも,ううん、もういきなりこういう話始めてるの大丈夫ですかいいいんじゃないあの僕、リスナーズチョイスはないと思ったんですよ。<laughs> <laughs> あ勝てないと、他のそそううそう,そう動員力があるラジオって他にラジオというかポッドキャストって他にもありますし、うんうん、あと何よりその、そもそも僕らの番組ってあんまりまうすスに狙いに行ってないと思ってたんですね、自己認識としては。うん、それはその番組を始めた時にね1年間で1000人ぐらいに聞いてくれ 言ったたらら嬉ししいいなぐらいの感じで始めましたって僕は多分どっかで言ってたと思うんですけどやっぱあんまり多くの人には刺さらんだろうなみたいなそうですね狭く深く刺さるものかなと思ってたらこんなにその多くの方からご支持を頂い,いたっていうのはねマジで嬉しいしめっちゃ想定外でしたそうですね、はい、あのやっぱさこの間のイベントの時、はい、下北の「ポッドキャストウィークエンド」って物販イベント我々出してもらいましたけど それでもさめちゃめちゃいっぱい人来てくれてさうん、うん、でなんやかんや言いながらめっちゃみんな並んでくれたじゃん、はい、3400人なんか並んでたらしいんですけど、うん、ピーク時なんかだから熱量がやっぱみんなすごくてそうっすよね1時間とか並ばんもんねね普通ねうん、うん、だから結局さ投票もめんどくさいじゃんちょっとはいそのなんかいつも聞いてるにしてもわざわざその ページ遷移してさ、そこにおすすめの理由みたいな書いてみたいなことなかなか多分やってくれないんですよ。だし、当然その人たちが聞いている番組は一つではないので、うん、そうですね。それの中でね我々の番組を選んでもらうっていうのもまた一つハードルがありますよね、うんうん。だからもう本当に熱量の高い多くのファンに支えられて我々やってるなっていうのを改めて今回思って、もう幸せでございますね。本当、うんはい、ですね。本当皆さんありがとうございます。ます皆さんのおかげです。多分今日このね感謝クリシェをずっと言っております。<laughs> 確かに、何にも意外性ないね、これ、<laughs> 驚きゼロの。そりゃそうだろうっていう内容、ずっとされてまる、ね、らくシャノンの情報理論的な情報量ゼロの話が今から続きますよね。エントロピーがない。いいな、そういうもんよ、ね、祝賀会っていうのは。そうですね、本当に、あのー、あの時もねこう、壇上に立って話すというか、受賞が決まったタイミングで壇上に行って喋ったんですけど、うん、まあ、毒にも薬にもならないなししかしてなくてね <laughs> あれも悔しいよね <laughs> いや,やっぱさ僕さちょっとやっぱ江頭2時50分さんに憧れてるところがあってさ伝説作りたいわけですよ、うん、だからあのスポティファイの我々の担当者がバックヤードにいてさそこでなんか <laughs> なんかやる気あるみたいな壇上で選ばれたら何すんのみたいなって聞かれたんだそうみたいな雑談をしてて僕はプランとして1個あるのがそのボゴワシャ T シャツを着てたんで織、はい、田裕二世界陸上みたいな感じで、うん ボゴワャに生まれてよかったーって言おうかな。<laughs> <laughs> 鬼のように滑ったら伝説になるなーと思ってうん、うん、やろうかと思ったんですけどね、やめちゃいましたね。はい、やめてくれてありがとうございま本当に。引 <laughs> き止まらないでいただきたい,い、えー。そっちの方がよくない？<laughs> 僕 <laughs> 僕やっぱね昇進者だからね。<laughs> 会場にもジャケット着て行っちゃったんですよね。そうですね、着てましたね。その時点でもうね。<laughs> でさ、クリシェパンカー着ることになってたじゃん。一応前日の打ち合わせで、はい、着ていこうぜって。でもミノさん嫌がってたよね。会場で着るの。<laughs> いや昨日打ち合わせたじゃん。<laughs> <laughs> 一人ずつスーツの人が増えてくにつれて <laughs> どんどんね。やっぱ嫌だなみたいな、ね。そうそうそうってなりましたけれどもね。<laughs> やっぱ変な格好は、あれですね、気が変わってしまいますね。当日になると、ちょっとやっぱ嫌だなっていう,うん、うん。そうそうそう、ちゃんとした場のね、うん、ちゃんとした会社に受付で通ってさ、うん、ちゃんとした場に行くっていうのはさ、そうだね、もうやっぱ、僕、一応ねその、サラリーマンですので、うんうん、TPO をわきまえた格好っていう、クリシェがあるね。<laughs> 基本技能ですね、社会人の。これがね、ちょっとね、邪魔してしまいました。<laughs> ねなんかその待機場みたいなところに案内してくれる人もさ日本放送のさなんかバキッとしたスーツ着た多分年上8個ぐらい年上の方がさ「ね、こちらになります」って言われてあっ母語話だ俺って <laughs> 堀本さんに至ってはね血のパンにスニーカーでしたけど、ね、<laughs> スーパー行くんじゃねえんだよって <laughs> いやでも母語 T シャツだからさ、うん、やっぱそれに合わせようっていうことですそうですか <laughs> あでもねスパチャ 早速皆さんからスパチャ結構いっぱいもらってます。てか固定を外さなきゃなこれ。クリシェパーカーはこのチャンネルの制服みたいなものだから、ばっちりです。二冠お,おめでとうございますっていうスパチャが来てますね。あり,すありがとうございます。あとね、水野さん、タクシー代っていうスパチャが早くもってます。バカ, <laughs> バカだれ。ちゃんと終わるって。終電までには終わるって。さっきね、ちょっとバックヤードでね、タクシーになるかもしれない <laughs> 言ってたけどね。言ってたけど。制作 <laughs> の裏側言っちゃだめだね <laughs> <laughs> 本言っちゃダメなのよ、それを。今のは、カットしました、生放送だから、無理、無理、間違えました、あと次、1万円スポットくれてる方いる、丸めの高さの、丸めの高に行き、1万円、またくれてますよ、この人、大金持ちなのかな、すごいな、ホッケ送ってくれたり、1万円くれたりしますね、今ね、物価高と賃金横ばいと株価低かっていう、相当ね、それこそスタグフレーションの前兆みたいな状態なので、そうですね、丸めの高さ、んぜひ、時事の勉強をおすすめします。 かあれかもしれないですよ、トリクルダウンしてこないなっていう時の一番上の階級かもしれない、シャンパンが注がれてる階級かもしれない、そうそう、回してくれるのね、かもしれないですね、はい、トリクルダウンね、シャンパン、そう、今まさにそう、だからシャンパンだなと思って、確かに、いいねですよ、これ伝わるかな、もうトリクルダウンの説明とか大丈夫です、しなくていいです、今日めでたい場なんで、うんちくの解説、大丈夫です。はい どういう感じで話を進めましょうか、なんか前半、今日の思い出とか話しそうだな、あとね、あとね、スパチャはやっぱね、受賞おめでとうございますっていうシンプルなメッセージがいっぱい来ててそれでいいんですよ、それでいいんですよねって、なんか、気の気になだて、わけ分からんこと、みんないつも言いがちですけど、皆さん、ありがとうございます、今回は本当に、スパチャットいただいて、ありがとうございますね、あインターネット自由業さんもスパチャくれた、出た、出た、あのね、われわれのサポーターコミュニティで目立ってる人ですね。 いや本当だからもうまずはあれじゃないですかもう皆さんに本当ありがとうございますていうことで本当,に本,当本当ありがとうございますもう初めて1年ちょうどね1周年この,前迎えまし 1> この間あった、うん、1年でここまで来れたの本当ね,ねでかすぎもうだから皆さんが応援してくださってるおかげですよ今日どうしクリシェを言う人になっている。<laughs> やっぱほらエモい気持ちになるじゃんこう賞、うん、を取るとかあるとさ環境に浸りますよね感傷に浸りますよねそうだねだからもう,もうなんかこういいかなって思っちゃうねなるほね情報量みたいな、ね、コンテンツみたいなことは、ね、もうそういいんじゃないかなっていう 2>,、ね、あ2万円くれたよ2万円くれてる <laughs> トリクルダウンでやっぱ上の方の <laughs> ダイレクトにシャンパン注がれる層の人がいますよ <laughs> えー、ポンラサさ,さん 下北沢で、あの、名題富士そばがあるって話をした人だ、この人。ありましたね、そのくだり。しかも、帰り道に確認したら名題箱根そばでした。はいはいはい。名題箱根そば代を収めさせていただきます。どうした間違ってたからってことですど、うした罰金を払ってくれたわけです。スパチャのこと、罰金ってことに聞かれてるし、よくわからない。すみません、僕の個人ライブのね、嫌な客層が入ってきてしまいましたけど、じゃ振り返りましょうよ、じゃあ。そうですね、ポンガサさんですね、2万円くれた人は。ありがとうございます。振り返りましょう、今日の。 そうですねどうでした、水野さんとしては。あの授賞式というか、うん、なんかやっぱこう、やべ、何にも何にも浮かばない。<笑><笑>昨日聞いたコメントがね、一個も浮かばなくなってしまった。なんか面白いエピソーいエピソードトークとかしたいなとか思ったんですけど、うん、あでもね、えー、っとね、やべ、ああ、思い出せないななんか。なんかね、今日これ話せるなと思ったやつがあって、<laughs> それを覚えてようと思ったら忘れましたね。じゃあもう、ドンマイですね。 まあ <laughs> やっぱあれですね僕の視点で言うと、はい、完全にこう会場が立派だったなっていうあーはいはいはい、はい、もう赤絨毯バッキバキでさうん、うん、カメラマンもなんか4人ぐらい入っててさバッキバキのあの大人たちが MacBook 大量に開いてさ <laughs> 配信準備整えてるからあバキバキだなやっぱ会場とそうですね想像よりすごかったですよねはいはいはい思い出した俺話そうとした話なになに あの、えっ、ー、とね、スポティファイの方とお話ししたら、うん、実はゆる言語学ラジオの方で知り合いの方がいますああははい、はい、あったね言われたんですよ。うん、で、誰だろうと思ったら、うんあの、監修の島村先生だったっていう話。<laughs> でもね、島村先生とその方、接点あるわけないですからね、島村先生、別に表に出てきてこう、音声コンテンツやってるとかじゃないから、スポティファイとつながってるわけないですもんね。<laughs> <laughs> 偶然 <laughs> <laughs> 偶然 <laughs> で、えっと、サポーターコミュニティの方だと結構島村先生のパーソナリティをね、うん、ご存知の方もいると思うんですけど、うん、えっとね生成文法と形式意味論が専門の先生で。うん あのおっしゃってることが難解なことにしてある先生なんですけど <laughs> だからあれですよねチョムスキーとかの話をする方す、ね、そうですねそ生成文法な,ので、うん、なんですけどあのサポーターコミュニティ内でお酒飲みながら先生が話すみたいな、うん、えとイベントを先生がやってたよ、ね、自発的にねやってくださってましたね、うん、でその時先生 その酒入ってんのにどんどん難しくなるし、うん、おまけにその勢いでそのままこのパタンと急に寝落ちするっていうチャーミングな一面を持った先生なんです <laughs> めっちゃ面白いですそれ、はい、バーでも同様だったらしいですあすごいな、はい、えでもその言うたらオンラインだとさ、はい、相手の顔直接見えてないからさ、はい、結構めちゃくちゃなことしちゃって。 でもおかしくないけどさ人が目の前にいるわけでしょバーでそうです隣で飲んでるわけでしょそうですはいその人に対して何回の話をすごいする最終的には流暢な英語になったらしいです最高すぎるないや監修の先生方最高ですねゆるゲンガラジオ最高ですよね島村先生な本当研究者気質すごすぎてめちゃくちゃ好きな好きというかかめっちゃ面白かったなあとすいません水野さんがの声が小さかったらしいですごめん ちょっとねあのつまみの位置ミスってたすみません今直しましたでね、うん、そんな島村先生の面白いエピソード聞いてさ「はい、いやーすごかったっすね」って言いながら今帰り道さ、うん、歩いてたらさ、うん、福田先生に会ったね会いましたね偶然ね <laughs> そういうことあるああとか言って、ね、<laughs> 声かけられてね <laughs> 仕込みかなって一瞬思いましたよ <laughs> なんかサプライズで誰かが福田先生を我々の帰り道に配置してくれたのかなって思いましたよね <laughs> <laughs> そんなことある <laughs> むちゃくちゃですよね渋滞情報量の渋滞、ね、いやあ一日,日すごいわなんか5日分ぐらいの情報量あったホンですよねあのポッドキャストウィークエンド、えーとうん、先週あったリアルイベント、うん、あれでもねすごい情報量あったんですけど、うんすね、今日もまたねすごい量でしたねすさまじかった、うん、し福田先生ねなんかご友人仲の良いそ<う>長いご友人同級生かなんかと飲んでらっしゃって、はい、めちゃめちゃあれでしたね 同級生お前、先生なのって言われてましたね。福田先生とかって呼んでたらね。お前、先生な。同級生だな、この感じ。かわいいな。先生じゃない頃の福田先生に会ってるからね。そうだね。不思議なんでしょうね。ふ福田先生、だって高校生の頃とがり散らかしてたって言ってたから、んだっけ、j ッ p o p 聞かないのね。すごいとがってましたね。とがってる時期知ってるから余計なんでしょうね。先生らしさがなかったんでしょうね、高校生の頃とか、きっと。 あでも確かにそうだわなんか久々地元帰って高校時代の同級生とかと会うと小学校の先生とかになってたりして「えお前が?」みたいなはい、はい、やっぱいじりたくなるんで福田先生もその例外ではないんだなっていうのを思いましたねう<て>そうですね酒くれんあごめん行っちゃいましたや開けちゃったらもうね行くしかないから、ね、でもどうぞどうぞどうぞう,そういただきます,きます失敗してノートパソコンに降り注ごないことだけをそうですね祈りながら注いでいきたいよね あと今日の授賞式でいうと、やっぱあの有名なね、ポッドキャスターさんとたくさんあってね、うん、そうですね今日授賞式、いろんなポッドキャスターさん行ったんですけど、うん、だいぶ初めましての方とね、めちゃめちゃ挨拶できましたね。ウィークエンドでお会いした方じゃない方がたくさんいましたからね、そうですね、はい。ほぼ被ってないのか、下手したらね、うん、みたいな感じだったんで、うんねはい、めちゃめちゃそれこそ、僕らの大好きなね、古典ラジオの深井さんとも喋りましたし、うん。うん なんだろうね写真まで撮撮っっっちちゃゃてねいましたねミーーハややつっちゃいましたっすかとか言って <laughs> でもめちゃめちゃやっぱあれでしたねこう一緒に写真撮ってくださいって言われたりもして結構嬉しいですね他のポッドキャスターさんも聞いてくれてるんだなっていうそうなんですよねその、まあ、さっきも言いましたけど僕ニッチだと思ってたんでありがとうございますそんなにいろんななんて言うんだろう うん、多くの人から聞かれてるわけではないだろうな、例えばですけど、ナレッジのっ,っぽいポッドキャストの方とかだったら、うん、その客層というか、かぶ、うん、るし、好みもかぶると思うので、うん、ある程度わかるんですけど、全然そうじゃない方とかね、うん、にもだいぶ聞いてもらったりしてて、うんうん、意外でしたよね,ね、あのー、あれの方とかね、ゲイと女のゴテラ,ラジオの方とか、大ファンですめちゃくちゃ堀本さんのこと好きでした。<そう> <laughs> <laughs> めちゃめちゃツイッターとかもいつも見てます、ね、<laughs> ありがとうございます <laughs> フォローバーはされてないですけど <laughs> ちゃんと刺してくるスタイルねすいません後でしときます <laughs> いや面白かったですねみんなやっぱ<う>キャラクターが強かったですね僕はやっぱあのハイパーハードボイルドグルメリポートの上出さんに会えたのめっちゃ嬉しかったですね、うんうん、大ファンですもんねんクソミン派ですけど、はい、僕もめっちゃ好きなんで <laughs> 僕ね結構ねあそうあのハイパーハードボイルドグルメリポートノービジョンが今回、うん ジャパンポッドキャストワード2022の大賞を取ったんですけど、うん、あの結構僕、古参というかうん、うん、だいぶ早い頃かなずっと前から言ってたよねそうあのこの番組とかでは特に言ってないんですけど、うん、好きでめっちゃ聞いてて、うん、僕、堀本さんに勧めましたしね,そうですね半年とか1年くぐら,らい前に、ね、なんかすっげえ面白い番組見つけたって言ってうん、うん、当時は、まあ、もちろん Spotify、ね、独占だし注目度はあったとは思うんですけど まあそんんななに知られてなかった気がするんですねでそれをそう聞いてうおーおおってなってそう堀本さんにね紹介したんですよねそうですねでで言われて聞いたわそうそうそうで、うん、僕はその後だからまあもう映像も見たし、うん、書籍も読んだんですね神みさんとハイパーハードボイルドグルメリポート」っていう,うん、うん、もう本当に番組の えとタイトルそのままの本が出てるんですけど、うん、それもまた滅法面白くってうん、うん、その話していいですかどうぞ <laughs> もう止まらないですね愛がねえっとそもそもそうだ「<laughs> ハイパーハードボイルドグルーメイポート」を知らない方向けに説明すると、うん、テレ東の不定期番組かな、うん、でえっと世界のやばいやつらの飯を見に行くっていうコンセプト、うん、で、まあ、まずこのコンセプトとか企画のね,いいね強さがもうこの辺はあの えとポッドキャストアワード観覧席っていう、うん、あの別のポッドキャストであの朝日新聞の神田さんっていう方が異常な熱量で熱弁してるので,うです、ね、もうそれを聞いてもらえばいいんですけどそうその世界のやばいやつの飯を見に行くって言ってかみねさん、まあ、ディレクターが一人でカメラだけ持ってやばい地域に行って飯を取るっていうやば、うん、い番組があるんですね、うん、いや尖ってますよねそ,うそ,うそ,うでそれをその音だけで やったのがその、えー、スポティファイ独占の,その、えー、とハイパーハードボイルドグルメリポートノービジョンなんですね。うん、まあこれもねやっぱすげえなーって思うのはそのテレビだと結構そのカメラを持ってくから、うん、意外と胸筋を開いた話をしてくれないみたいなことを言ってう、ねまあ、かしこまっちゃいますもんねカメラあるとねそうそうだけどレコーダーだと結構打ち明けてくれるみたいなことを上出さんおっしゃっててで、あのー、僕一番好きなのがだから「安楽しめしか」っていうシリーズがあって。 スウェーデンかな北欧に行って安楽死する人の飯を、えー、と取りに行くっていうどうやってそれ見つけてオファーしたの、ね、っていう会があるんですけどそ,、ねうん、それが一番やっぱすごくてそうだからちょっとねぜひ聞いてほしいんですけど、うん、それとかはもうその今から死ぬっていう人の話をずっと聞いてるんですね。うんうん、でしかも、えー、と肯定することも否定することもせずにただ結構聞いてる。だからあの そのすごい興味深かったのはあの、えー、とぜひ生きてくださいよみたいな綺麗事は言わないんですよ取材者として。いいですねそ,うだからあそれの、ね、是非はもちろんあると思うんですけど、うん、明らかにそのなんかし、えー、とはっきりした思想を出してないんだけれども取材者をめちゃくちゃ尊重している感じが、うん、番組のね概要欄からも伝わってきてそこに個人の感想です。うん みたいな、えー、とその取材者に尊厳のないような言葉は一切使いませんみたいなことが書いてあるんですね、<ー>ちょっとごめんあの、ね、これだいぶ違約したんだけど <laughs> ちょっとどうしてもさ、個人の感想ですって言われると、育毛剤かなんかね、通販の話かなと思って<笑><笑>あの、逃れるために書いておくやつかなと思って、そよくね、その逃れるためにさ、<laughs> 個人の感想ですって書くんだけど、それを全否定してるんですね、番組の概要欄で、それとかめちゃくちゃかっけえなと思って、だから僕は、そのぶっちゃけ対象を逃したんですけど、うん、まあ、 あれに負けるならしょうがないなっていう気はありますね。<laughs> そうですね。あの裏話を言っとくとポッドキャストアワード楽しみだね。っていう話をしてる時に、水野さんはずっと。まあハイパーハード、ボイルドグルメリポートに負けるならしょうがないなってずっと言ってましたね。<laughs> そうなんですよ、ねそ。その通りになったわ。<laughs> う,んうん。明らかにやっぱクオリティと企画力が違いすぎるんで、ちょっと僕らのね。番組とは全然目指してる方向は違いますけど、うん、やっぱね。あの番組が撮るのは自然な流れですね。そしてしかもエンタメショーと。 両取りししていきましたもにねさすがだわダブル受賞そう上田さんと喋るの僕緊張しすぎて、うん、挨拶になんかめちゃくちゃ怖いオーラを出してるあの上田亮平さんちょっと調べてもらうと多分怖いオーラを伝わると思怖い、ね。うです見た目ちょっと怖かったですねそうで上田さん普通にいて挨拶に行こうと思って勇気振り絞って行って喋った後口カピカピなって、うん、<laughs> 500のポカリ全部飲みました <laughs> <laughs> あんまねスポーツした後以外でそうなる人いないよね <laughs> <laughs> 口か いやーかわいいな水野さんそんな誰かのファンにがっつりなることあるんすね。<laughs> あんまり多くないですけどねかみねさんは、うん、そうですねそれこそインタビューとかも読んじゃうしうんいやすごいななんかかわいいとこあるなっていうのを思いました今回。<laughs> 普通じゃないのこれそんなことないああ僕ちょっと上出さんにも話しかけていただいたきすげえ雑に扱っちゃった雑に扱っちゃったって言うとあれだけど存在だ,だね <laughs> 雑に扱っちゃったってことないけどなんかちょっとこうツッコミ入れたりしちゃってああはいはい、はい、なんかいやそれないないんですやんみたいな接して <laughs> 接してしまったんでなんか水野さんがめっちゃこうかしこまってるの見てあなんか温度感間違えた温度差間違えたなと思って<ー> <laughs> 本もねめっちゃ面白かったしだからそうあの <laughs> ハイパーハードボェルグルメリポートの本の方も僕読んだんですけどうん 今年の面白本ベスト10には絶対入るでしょう、ね、うあれはあだから僕もね本読んでたらあんな感じで「いやいやそれ何々ですやん」みたいなツッコミあ思い出したわあれだ最後そのトロフィーみんなで持って集合写真撮りましょうみたいになった時にはい、はい、上出さんが僕がこれ持ってたんですけどこの青いやつうん、うん、ベストナレッジ賞か持ってたら「その色めっちゃいいですね」って言われてもっとドスキーた声でね。そ、は、そ、い、そうそうそう,そう あじゃあ、交換しちゃいますみたいな。<laughs> じゃあ、トレードして持って帰りましょうかって言って、いや、な,なんでやねんみたいな、一く,、はい、くだりやったんですけど、うん、その後水野さんがめっちゃかしこまって喋ってるから、うん本当に、本当におめでとうございます <laughs> みたいな。あなんか温度差違う、なんか、なんかペアで温度感違うな。<laughs> <laughs> 僕ね、番組に経営やりすぎて、<laughs> 裏方のスタッフさん全員におめでとうございますって <laughs> 言ってた、言ってた、<laughs> そうす、すごいな、この人。 経緯がすごい僕もクレジット全部聴いてるからクレジットの音楽がいいせいでクレジットかっこいいんですよクレジット毎回聴いてるせいで構成作家の方も音楽の方も名前覚えてんだ名前があの人だみたいになってすごい大ファンってこういうことを言うんですねそうめちゃめちゃ好きですね多分ね好き嫌いは分かれる番組かもしれないですけど一回聴いていいなと思った人だったら絶対。 しかも今みたいにいろんなところ行けない時期にこそね見てほしい番組ですよね。そうですね,そ,ですねそれこそ朝日新聞の,あの神田さんとかはこ、うん、これこそがジャーナリズムななんんですよね <laughs> なんか神田さんのジャーナリズムスイッチがね入ってましたよね、最終的にポッドキャスターアードじゃなくてピリッツワショーだって言って, <laughs> 言ってた,ってた <laughs> <laughs> 熱がもうすごいのよもう、<laughs> いやーでもね、そうだね、すごい、かやっぱいい番組、いい番組が揃ってましたね。 ごめんあのハイパーハードオイルドグルメリポートで半分以上しゃべってるけど尺使ってるけど大丈夫かなああ<ー>、うん、そうだねもう30分30分喋ってますねめちゃめちゃ関係ないというか <laughs> 本筋じゃないとかったでもまあそのみんなに聞いてほしいなっていう <laughs>、うん、本も、ね、読んでほしいなっていうそういう気持ちです、うん、そうですねあとやっぱ我々のミーハー根性が炸裂してしまって、うん、あすごいあのほら昨年のアジナ副温泉昨年の大象の平野さんが あのいつもどんなポッドキャスト聞いてるんですかとか聞かれた時に夜言語学ラジオさんとか聞いてますよとか言っていただいたんであ嬉しすぎると思ってその後すぐ挨拶行きました、ね、<laughs> <laughs> 行きましたねミーハーなんでね <laughs> 一緒に写真撮ってください俗物だな <laughs> 俗物だなめちゃめちゃ俗物でした、ね、あのコード <laughs> <laughs> いやちょっとね、やっぱね、己の属物性をね自覚していった方がいいんですよそうですね、やっぱ、己の醜さをね、見つめていかないと。すかしてるつもりでいたんですけど、めっちゃ属物ね。<laughs> 結果ね、うん。僕、めっちゃクリシェなこと言いましたもん、あの写真撮ってもらってる時に、あすっごい顔ちっちゃいですねって言ってましたも<ー> <laughs> もう何回言われてるか分かんない飽きてるからその、<laughs> 顔ちっちゃいですね、一番クリシェですよね、クリシェでしょう、これ、もう、ね、自分で言って、ビビったもん、うわー。うん クリシェだなその逆にだからさ顔ちっちゃかったり美人な人にさ、うん、なんて言うかって悩ましいよね言われ慣れてそうだなってことってう言えづらくなるじゃんです、ね、結果沈黙しちゃうまああのあれですよね語り得ぬものについては沈黙するしかないですね、うん、沈黙せねばならないまあ翻訳の揺れだと思うけどそれは, <laughs> <laughs> それはビトゲンシャンの7つ目の原則ですねはいはい 違ううと思けけどどねそれはは語りでなないもうさほらやっぱあれだよね都合よく引用しがちだよねビトゲンシャイとかニーチェとかのキャッチーな堀本さんとりわけねとりわけその傾向がありますね。謙虚不快はね謙虚不快芸人だからさそれやりがちですねせっかくだしじゃあもうちょっとなんか次の振り返りじゃない話いけますかいきますか僕さトイレ行っててきいい そうだったね、ずっと我慢してたんだけど、僕が止めどなく喋るせいで、乾杯したら行くって、そうそう、乾杯していくわっつって、結局3分、今、ティコブライになりそう、おしっこ我慢しすぎて死んだ人ですあの行ってきてください。僕が、じゃあ、なんかスパチャを読んだりしてます。よいしょ。ありがとうございます、なんか、読みけんな、ああ、森の中のボリスさんだ。 森の中のボリスさんね、あの、ポッドキャスタードにね、来ていただいた。このチャンネルは私の頭の中の対象です。ありがとうございます。もう、そう言っていただけて、本当に光栄ですね。ありがとうございます。<laughs> <laughs> あマイクさんね。ベストナレーションおめでとうございます。発表の時嬉しくて思わず、ビンゴーって叫びましたね。それは、あの、オモなガの人が言うギャグなのでね、ちょっと取らないでいただきたいですね。 あ、初コメントとかもいただいて、あ、3400人も今、見てくださってるんですね。こんな木曜日のね、こんな夜に、すいません。<laughs> スキャット・りょうさん、堀本さん、今日も可愛いですね。これちょっと戻ってきてから、じゃあ彼に伝えておきますね。よいしょよいしょ。てか、本当でも画面見て思うけど、これ、マジで傾いてますね。<laughs> すげえ傾いてるわ。 スパチャのスパチャじゃない。これ何チャットの流れがちょっと早すぎて読めんな、これ。よいしょ。<laughs> えー、シマンさん。<laughs> ハイパーハードボイルドグルメリポートさん。大賞おめでとうございます。ふざけんなよ。<laughs> あんなね、ちょっと神みさんみたいなちょっと雰囲気が全く出てなくて申し訳ないんですけどね。そうね。乾、ま、杯、あ、で,ですよね、まあ。あの番組にはね。勝てないです。勝てないですっていうか。 そのまあ、違,う違う角度の番組だと思うんですけど、まあ、ちょっと、あれに負けるのはしょうがないですね <laughs> またハ,ハイパーハードボイルドグルメリポート話してる違うのシマンさんが、ハイパーハードボイルドグルメリポートさん、うん、大賞おめでとうございますって、いじってきてますね、早速ね、はい、取り損ねたわれわれをいじってって。そう <laughs> あとね、うんあの、堀本さんおなじみのスキャットうさんから、うん、堀本さん、今日もかわいいですね、ハートとのことです。でしょ、もう僕、姫チューバーとしてやっていくんで、<laughs> 姫 VTuber としてやっていこうと決めましたんで、<laughs> みんなスパチャちょうだい、ふわーって,書いてあくびとかして、一緒 <laughs> あの、ね。この間ね、ライブ配信してたらね、くしゃみしたら、くしゃみ大あのめっちゃスパチャ飛んできて、あこれ、VTuber の文化のやつだ、聞いたことある、これ その人の親の顔が見てよ、マジで。<laughs> どういう育て方したの <laughs> 意味不明ですね。前世で相当悪いとんですか、ね。<laughs> あそうだ、それで思い出したあの、つまみあるんで、つまみ出しましょう。ああ<ー>、<laughs> 本当ですか、ありがとうございます。<laughs> ああ、えー、っと、あゆみ Y さんから、ウィークエンドでは行列を横目にそっと帰ったので、ここで罰金。 はいあのー、罰金ってねちょっとこれあのこのチャンネルでこのスーパーチャットを罰金って呼ぶとねだいぶだいぶちょっと民度が下がってしまう <laughs> まん僕が毎週やってるライブ配信のミームですね。あのー、変な客呼ばないよ <laughs> <laughs>。マジでさ俺さ反社会勢力みたいになってんだよ。<laughs> あんたがさ YouTube に出てくると <laughs> チンピラみたいなのがたくさんついてくるのやめてあのあのー、祈りとかさ書くの,の <laughs> これも本当申し訳ないなと思ったのさ昨日安倍マア出ててさ僕はい、はい、インテリ悪口グランプリっていうあの本に関連したうん、うん 企画であのピンで出させてもらって、うん、それに出たんだけど ABEMA、うん、のコメント欄がもうさ、うん、僕のいつものライブ配信のミームで埋まっててさ「ついてるついてるついてる」てるてるってめっちゃ書き込まれていて <laughs> <laughs>、ね、フリーみたいなのないのあんたのところ <laughs> そさ秩序をもうちょっとなんとかせえよ <laughs> そうだから本当にあの僕爽快屋と一緒なんですよああそうだねなんかよそに出ていくとなんか筋の悪い連中がいっぱいついてきて <laughs> <laughs> そうだそうだって <laughs> <laughs> ふざけるなっていうほんとだよちょっとよくないな爽快屋の文化やっちゃうのよくないなってそうます。まあヘッドの人格がねやっぱそうさせているんでしょうねよくないですけどねちなみにこのおつまみでこれがありますあ名古屋名古屋のえびせんあ、逆だせべいの砂糖名古屋のこれえびせんべいの砂糖砂糖砂糖 バン格総本舗、ね。あ、バン格ね、はいはい。バン格のン有名なエビせん。すげああ、なんかもう嫌な予感してきた。エビせんですね。ねこれねあの名古屋土産で、うん、名古屋土産でいただいたやつなんですけど、はい、あのこの間のポッドキャストウィークエンド、はい、下北沢の <laughs> テンションがめちゃめちゃ下がっている、<laughs> めちゃめちゃテンション下がってる。はい。あのサプライズでね、水野さんのご両親が来た <laughs> 持ってくんだよこの <laughs> この差し入れをここでよう。<laughs> 本当悪いな <laughs> いやもうね、あのこれよかったらもらってくださいってって、もういつも大黒がね、おっりまね、なんでそんなちょっとばかしていたら。<laughs> <laughs> いや、ちょいちょい感,感謝しているんですよ、もう本当にね、う大黒が大輝来てましたからね、す、は、て、い、なご両親でね、<laughs> わざわざ愛知から来てましたからね、<laughs> ねなんで、いや、本当ありがとうございますって言ってもらったんで、うん、やっぱこれはここで食うしかないなと思って、今だ、持ってきました。じゃあごご無無礼礼しましししままょょうう、はい、ゆかかゆり ああ懐かしい,、ね、いこれだか東海市でしょ本社がさそ、ね、あそうなんだそうだから僕の地元なんですよ万博<ー>はそうそうそうだからそれで多分主張したくて持ってきたんでしょうね <laughs> でも地元アピールをねしたいんですね僕の親あるある言っていいですかえび、うん、せんべいの里が実家有名なんですよここおふくろえびアレルギー、うん、だからえびせん食えないええんう,うんって言っちゃったけど <laughs> 衝撃の事実そうこれね食わないんですよおふくろは <laughs> あーでもなんかありますよねそういうやつ地元のもの意外と食えないみたいなまあねおふくろね地元別に東海市じゃないんですけど単純にエビが食えなくてでだからそうエビアレルギーだからっつってエビフライとか食う時僕らが皮とか剥かされてたんですよで大人になってから聞いたらエビアレルギーじゃなくてエビがただ気持ち悪くて嫌いだっただけだからそれもよくあるやつだよねあの嫌いっていうと角立つからアレルギーっていうことにするっていう大人がよくやる手法ですね だしこれもめっちゃバキバキ言うから全然ライブ配信向きじゃないよほ<れ>はうん美味しいんですけどねあうまいねうん本格の味だ懐かしい ASMR です懐かしい祝賀会 ASMR ですよこれはあうめあこれうまいね美味しいんしょエビの味めっちゃ濃いうめであってくださいう<ウミ> <laughs> はい。あっは本当に言うんですか うみーなんか言わない諸説ありませんこれえっとねどえりゃウミヤはあんま言わんなうんうんうん,なんかうあ,、ね、あとねウミヤよりも僕の親の情報だとウマテカンとかの方が言うかもしれんウマテカンウマテカンうん,うんうあの携帯素がわからん <laughs> えっとねカン <laughs> がめっちゃ便利なんですよ愛知はへ<ー>何でもカンなんですよいかんですねいかんの意が消えてるんですよだから美味しくてたまらないってことです うまくていけないってことです。おいしすぎていけないってことですだから。ああ、だからやばいと一緒ですよね、発想としては。はい。ああ。だから、例えばですけど、行かなきゃいけないとかもいかんとんとかいますし、はいはいはい。そのんと一緒ですね。い行けないがんになるっていう。はあ。うま、もう一言って、うまて缶。うまて缶。このえびせん、うまてんはって。ドラクエの呪文っぽい感じがしますね。うまて缶。うめやでんとも言うかもしれないですけどね。はあ。 親に帰ってから聞いときますそうですねうみゃってあんま確かに聞かんかもなちょっとやっぱコテコテすぎてそううみゃあはんかでもおみゃは言うよだからおみゃあは別に言うんですよみゃはめっちゃ言う親猫かかと思いましょうみゃあ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 ゃあゃ言いすぎていじってきてるじゃんだいぶいじるじゃないですか身内をうんかさタモリさんが名古屋人嫌いでめっちゃ名古屋人いじってたみたいなうん このエビフリア、ドエリアウミャーってあいつら言ってるみたいなのが広まっちゃったせいでイメージおかしくなってるっていうエビフリアは言わないエビフリアは言わないんだフライだからそれは外来語だからまあそうかまらせようがないですねそうだねうんそうかだからうまいはウミャになります別に全然うんでもウマテ感気に入りました僕うてかん感まてか感これから使っていきたい感は何でも言いますよ面白くて感とか面白くて感あ面白くていけない 面白くてかん、うん、あでもやっぱ馬手感がね一番ゴロいいわ馬手感食ったとき言いたいもんいやこれ本当馬手感めっちゃボリボリいってるわ <laughs> <laughs> 向いてなかったねやっぱライブ配信、うん、どうしてもご両親にいただいたんで出してきたかったんですけどそうっすねありがとう <laughs> 愛してるよ愛してるよが言わない言わない言わないありがとうマジで家族愛見たかったな 何の回だっけ何かで僕言ってましたよね、両親に。言ってましたね。愛してるよって言ってましたね。言ってましたね。なんだっけやるなこいいつ思まし忘れてたけど。振られたからあれは言うしかなかった。そうっすね。いや、もういいのよ、俺の親の話は。別の話しましょう。引っ込めとこうか、これ。本当にありがとうございます、ご両親。水野さん、ご両親、ありがとうございます。ご両親つもどんな呼び方だよ。じゃあ、僕の用意してた本題いっていいですか。あ、本題とかあるの、今日。うん、ある。 やったね、シャンパンうめえ、ゆかりうめえ終わりじゃないの違う違う違う。なんすか本題って。悔しい。うーん、それなぁ、ねはい、それ言っちゃうその話しちゃう <laughs> シャンパン飲んでるのに今 <laughs>。するよ。お祝い100%じゃないのいや,いや、本当に嬉しいんですよ。嬉しいし、うん、それこそリスナーズチョイスなんて、うん、僕らが。 例えばですけど本当に欲しくても取れないものだと思うのでそれは別に他の賞も一緒だとは思うんですがちょっとまあ性質が違うじゃないですかリスナーズチョイス皆さんから一番選んでいただいたということでそうですだからその審査員の方に一番深く刺さるのと,、えー、と多くのリスナーさんに刺さるっていうのは全然別のことだし、うん、人によってはもしかしたらリスナーズチョイスを取りに行くっていうことの方が、うん、それこそ番組コンセプトによっては難しいかもしれないとは思うんですけど、うんうん、やっぱね対象が取りたかったし僕は、えー、堀本さんのおととしの 年末の YouTube の動画をいつあのこの最近ずっとリフレインしていたんですね <laughs> マジっすか、はい、僕が一人で喋ってるやつね。2021年の2つの目標みたいな動画をね、堀本さんに上げていて、うん、1>, 1つはその本を書くと。うん、で書くっていうか、出ると。そうですね、出るからそれを頑張って売ると。うん、でもう1個がそのまあゆる言語ガラジオっていうポッドキャストを立ち上げますと。うん、でこれはえでジャパンポッドキャスターの対象を取りますみたいなことをね。 言ってましそう宣言してたんですよねだからちょっと取れんくて申し訳ねえなっていういや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 水野さんよくやってくれたっていやこのねノミネートまでされてねギリギリのとこでこう逃したっていうのが僕はぶっちゃけね1000人に聞かれればいいと思って始めているからまあまあまあしょうがないというかだいぶ頑張ったなと思うんですけどまあその泡の対象取るっつって始めてる相方がね始めてるわけだから でまあスピーカーは僕なので、まあ、そこはちょっと僕の実力の至らないところだったなっていういい。いやー、申し訳ねえな、なんか、水野さんにそう思わせてしまうと。<laughs> いやいや、あの、別に、なん、でもまあ、なんですかね、撮らせてあげたかったですよね。いやー、嬉しいな。なんか、なんか、水野さん、やっぱ、あれですよね、僕のこと好きですよね。<laughs> 何かね、本当、本当水野さんすげえいいやつだなって日々思ってて、<laughs> なんかすごい、今日のね、あのー、ライブ見てくれた人もいると思うんですけど、その、やっぱ僕、めっちゃ喋っちゃってたんですよね、トロフィー持つのトロフィー持つのも、ベストナレッジ賞も最初もらって、うんうん、自然に僕がトロフィー持って、あの前行ってっていう。 のね、あの自然に水野さんはやっぱ僕のことを前に出してくれるんですよ、お前がこうメインで喋れみたいな感じを出してくれて、うん、な,んかなんかね、すごいありがたい,がたいなと思う一方で、<ー>なんてなんかいいやつなんだろうっていうちょっと罪悪感というか、<laughs> なんか、なんかめっぽいね <laughs> そう今、ちょっと感極まってるからエモいモードに入ってるからさ。はいはい <laughs> やトロフィーはねだからその受け取った時から持つのは僕ではないだろうっていうのは思ってたんんなのかな、それをいつも水野,さん自然水野さん自然にやってくれるじゃん、うん、なんかその、まあ、持つのは堀本さんのほうがいいっすよみたいな、それはねうんまあ僕はまあ好き勝手こういつもやらせてもらっていて、うんな,んかなんかありがとうなっていうので今日 <laughs> 今日一番言いたいのはそれかもしれないですね、<laughs> 水野さん苦しいですね。<laughs> ずっとずっと苦言ってる視聴者のこと考えて喋ろうな <laughs> 2> <laughs> あの今あの2人でただ飯食ってるんじゃないからなうんあの完全にそうだわ今今なんかでも訳分わわかんなくなってて、うん、いやほらさっき飯食ってる時にさ、うん、ちょっとなんかエモい話というかはい、はい、なんか この1年やってみて思ってることを言いたいなーと思ったんだけど、うん、なんかやっぱこのあと酒飲んでライブ配信するからちょっとエモい話やっぱそこで取っていきましょうみたいな話になって、うん、じゃあ取っとくかと思って取っといたんだけど、うん、やっぱあの時開けといた方が良かったかなあー。あの時ね <laughs> 真空パックししておきましょうねこの気持ちをね <laughs> ミスチルを引用ドエンドローイングから引用しましたけどはい <laughs> 真空パックしない方が良かったかもしれない <laughs>。あ、本当ですか。<laughs> あそのえなんで今言いづらいから <laughs> い。いや、今言った結果、なんか、あ、なんかこれ完全に視聴者置き去りだ。<laughs> <laughs> これ二人で飲んでる時に言った方がいいやつ <laughs>。確かに。それはそうだったかもしれないですね <laughs> であの。なんかまあ、うん、ちょっと文脈をもう少し足すと、うん、その、ポ、えー、ッドキャスタード取りますって、その彼が。 YouTube の動画で一方的に宣言してるときってそもそもまず番組が立ち上がってないんですよ。番組が立ち上がってないから収録もしてないあ、収録をしたのか収録をしてまだ世に動画が出てない段階で彼が一方的に宣言したんですよ。って言ってて偉い存在だなと思いつつ。 まあまあ、ちょっと嬉しかった部分もありますし、うん、荷が重いなってか、こいつも正気かっていう部分ももちろん、<laughs> ごめんって。そうあったし、あとそうだ、それをまた相談なく、この人ただ YouTube に上げるから、うん、僕そこで初めて知るって、<laughs> よく狙ってたのみたいな。<laughs> 一応さ、1000人,人しか聞かないけどい、<laughs> 一応最初に言ってはいたじゃん、目標としてこう、ポッドキャストアワードとかを取れるといいなーっていうて。そ,うまあ、それは言われたけど、でもなんか、いけると思うんですよねぐらいのトーンで。<laughs> なんかのフその動画でね,フリースでね、なんか。なんかフリースで喋ってました。もっこもこのフリースでね、<laughs> 寒くなってきた時期に来て、喋って。ましたってなってたんで。ちょっとまあ、あれがずっと、こう引っかかるというか。あ <laughs>、うん、引っかかるって言うと、ちょっと堀本さんに悪いね、なんていうんだろうね。なんか、ちょっと意識してる部分があったというか。うん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 。最終目標は対象だなっていう。ことを思ってたんで。やっぱ、しかも、それがこうノミネートまで行って。ちょっと、こう、いけるかも、みたいな雰囲気は、ね。あ、うん、りましたね。あったけど、逃したっていうのが、ちょっと、ね。いや、惜しかったねー。 何回も言いますけど賞に対しての不満賞というか選考に対しての不満が全くあるわけではなくて、ね、撮るべき作品が撮ったっていうことをめっちゃ思うんですけど、うん、しそのちょっと単,単純にハイパーハードボイルドグルメリポートノービジョンと僕らの番組って比較できない部分もあるんですけどやっぱ明らかにそのポッドキャストならではの良さっていうのを存分に出しているっていう意味で全然不満はないんですけど。 悔しいいなっていうそうですね、うん、取れるかなと思ってた分やっぱ悔しいですね,そうねだからノミネートがあった段階でちょっとあるかもなと思って浮かれた部分もあったのかなっていうねちょっとした反省もありますよね5番組に残ってましたからねそうそうそう,そう,そう日本で5番組にノミネートされたって考えると、うん、もうあと一歩だろうみたいな、うん、そうそうそうなんかねでこの1年の勢いもあった手伝っていて、ねうん、なんかこうなんとなく全能感みたいなもの感じていたなーっていう気が しますよ、ね、うよんそうだね、そうですねだからすっごい今日は嬉しい日でもあり、うん、悔しくもありっていう、うん、複雑ですね、本当、ね、この、ね、2つのトロフィーを目の前にすると、明らかに嬉しさが勝るんですけど、うん、やっぱこのもう1年、だからわれわれはそ先に堀本さん、去年は堀本さんしか宣言しなかったけど、僕も言うけど、来年は大賞取りますお<ー> <laughs> おー、行くね、行<う>くね。言わなくて大丈夫 来年は対象を取ります。なな言わされていいやいやいや、取りましょう。そう。言ってきたもんだって、きょう関係者も、スポーティファイの人とか、日本放送のスタッフの方とかにも、来年も来ますんでよろしくお願いします。言ってきたんで、来年こそ取りたいですね。取りたいじゃない、取るのよ。取りましょう。来年こそ取りましょう。そうだね。したいですね、そこは。そこは直接法で喋ってほしいですね。家庭法現在とかじゃなくて。ムードを出さないでね。家庭のムードを出さないように。うん。 取るために何しようかっていうことをね、今日トークテーマというか、喋<ー>りたいなと思ったんですよね。すごいっすね。一晩はとりあえず浮かれて騒いでドーンじゃなくて、うん、もうこの瞬間から来年のことを考える。うん、ああ、かっこいい。かっこいい。<laughs> さすがだわ。なんで俺こ,こんな急に褒め殺しにやらなきゃいけないの <laughs> <laughs> ちょっとやっぱさ、ほらもうシャンパン飲んで今エモい,エモい気分だから、うん、水野さんを褒めたい気持ちがすごい増えてきちゃうそれはいいや。 <laughs> <laughs> じゃあちょっと褒めずにいきます褒められるの恥ずかしく慣れてないんで, <laughs> で褒められるとめっちゃ否定しちゃうす,す,ぐすぐ否定するよね水野さん褒めると褒められ慣れてないからなんかさカメラ回ってない時もさ編集点作るとかさ、うん、こういうタイミングでは編集点作ってくれた方が嬉しいんでそうしてくださいって言うと次から完璧に治るんだけど水野さんって、はい 次取ったやつからもう完璧っすねとか言うと、いやまあそれぐらいはできて当然ですよね。そんな言い方したっけ <laughs> 感じ悪いない。なんかそのやっぱ謙遜で打ち消しに来ちゃうんだな、この人はっていうのは思ってますね、やってるまあやっぱちょっと自己肯定感はちょっと自給自足してるので、<laughs> もう人からもらわなくて大丈夫。恥ずかしいんで、素晴らしい否定しちゃうんそれは。れは素晴らしい人間としてのやり方ですね、はい。そう。で、何を足していけばいいんだろうなっていうのが、うん、でしかもね、結構その。 手数は出したじゃないですかこの1年間で,で,、ねうん、できる見せられる幅をある程度見せたのでそ、ね、そのこの1年来年のアワードがまあ来年も同様にあるとし仮定したら、うん、この1年間でどあ新しい手数をどんだけ出せればいいんだろうなっていう、うん、でしかもさこう根本の部分はもう見せてしまってるわけじゃん。あとはもう 表層でどんだけ上積みするかっていうレベルじゃん,ん、ね、お根本的に変わることはもうないからねそうまあ、うん、ちょっと堀本さんがどう理解していかかるかわからないけど僕の、えっと、この番組の根本的な面白さでありかつ他の人と被らない部分っていうのはもう、まあ、2つ1つか2つ1つはその、まあ、言語学っていうことに関する話を カジュアルにしていることもうちょっと抽象度上げるとアカデミックというかうん、うん、学問の話をカジュアルにしていることともう一個はその知的好奇心をおもちゃにしていること、ね、この2つかなっていう風な理解、うん、でこれは多分もう今後変えられるところではないしかつ足せるものもあんまないのかなっていう気もしていてだからそうするとあと表層の部分で戦うしかないじゃんう、ね、もう全体的にパーソナリティのパーソナリティ部分出し切っちゃったからどうしようね。<laughs> いやそうなんですよねだからそこは多分すげえ難しいところで、うん、その言うたら我々の大好きな古典ラジオさんとかも、うん、そのこいつらすごいぞってなった空気のまま大賞を取ったじゃないですかはい、はい、なんかねそれが今年我々できるとしたら今年だったので来年はかなり考えないといけないなっていう感じはありますね。だし変に 新し対象を狙いに行ってフォームを崩す可能性もあるから、うん、あそ一だから、まあ、フォームを崩さずにそのまま行くっていう点もあるけど親身、うん、がなければわざわざ多分対象にはしないしそうです、ね、もっといい番組が来年出てくることの可能性の方が高いと思うんで、うんまあ、対象をもはや狙わないまであるのかそれはそれで戦略なのかもしれないです、ね、<laughs> <laughs> さっき取りますって言ってましたけど <laughs> <laughs> その戦略は取りたくないなそう,そうですね、うん、そうだから一つはね僕一個ちょっとまあ考えてることはあって、うん あの初回、うん、初回2回3回目収録、うん、つまり訂正を出す前までって結構。 カジュアルだったと思うんですね訂正っていうのはあれですね象は鼻が長いの会の話とかねちょっとかなり大きな誤りというか問題のある言い方があったのですいませんと今後監修の人とかをつけてやっていきたいと思いますっていう話をした時ですね。それを取る前までっていうのはそれこそ断言だとかそれから甘いリサーチだとか一つの本だけを読んでしゃべるみたいなことっていうのがあって。 でまあ、その反省から、ね、その複数の本を読んだりだとか監修の方にコメントをもらって、えっと、最近は番組を作ってるんですけど、うん、なんか後半途中ぐらいから僕その1冊の本を読んで1回2回完結のものっていうのをどうしてもその長編ものに比べてななんかなんとなく質が劣後してるようなこうイメージを持っていたんですけどなんかたまにああいう1回完結2回完結で本当に例えばシンプルに例えばじゃあなんかさせていただくって何が問題なのみたいな、はいはい、すげえとっつきやすいやつ。うん をやらなくなったんですけど、ああいうのがあった方が良かったですっていう声とか結構聞くんです、ね。そうですね。だから今後ちょっとそういうシンプルな1回完結とか2回完結ぐらいでリサーチもそんなにしないみたいなものってのを、うん、えっとまあ、前の失敗は繰り返さないようにちゃんとしますけど出すってのは一つ、えー、手数というか。 まあやりり方とししてててあななのかなっていうのかっっうは思ってましたおっしゃる通りだと思っていて、はい、あのやっぱ今日もさ他のポッドキャスターさんとかに声かけてもらうんですよ「ゆる、うん、ゲン・ゴラグラジオめっちゃ面白いですね」うん。ありがとうございます」とか言うとやっぱ良か1回ないし2回の話がやっぱり話題に上がって、うん、その水野さんのやりきった感とか、うん、まあ僕も含めてですけどこれ面白かったなっていう回はやっぱ助数詞の回とかさ。うん 佐田信先生の,他のや「田」のやつね、はいはい、よかったなーって思ってるけど全く他のポッドキャストから話題出ないから <laughs> <laughs> あれ面白いんですけどねはい、はい、あのねなんかえっ、ー、と選、えー、者の審査員の、うん、えと竹中さんは「田、うん」はいはい、他の回を言及してくださったりしてあ,ありがてあとねあの「ポッドキャストウィークエンド」で「えーとうん、ブルタス」の元編集長の西田前編集長の西田さんとかもなんか「田、はい」の回の、うん、何言ってるかわからないことがよかったみたいなことを、うん、うんうんうん あと平野,さんもか平野さんもなんかたまに何言ってるかわかんないんだけどもそれがいいみたいなこととかおっしゃってて,って、ね、そういう人もいることはそうですねそれは間違いないだと思います、うん、もちろんわかるんですけどまあやっぱりそれはすごいコアな声なのかなという気もするし、うん、僕の例えば友達とかで聞いてくれてる人の顔を浮かべたらやっぱりもっととっつきやすいやつの方がいいだろうなと思ってそう,、ねうん、そういうまあカジュアル、えっと、カジュアルってえっと不正確とトレードオフだと思うんですけど、うん、ある程度生活かつカジュアルっていう とところを狙っていくといくうかそ,うです、ね、それができたら、まあ、一番いいんだろうなと思いつつね、うん、コスパが悪いんですよねこれね。<laughs> ああえー、どういうことコスパカジュアルかつ、えーとうん、正確性を保つってなると、うん、えっとだからいくつかの本を結局読まなきゃいけなかったり、うんね、なのに1回2回で終わっちゃうから、うん、あそういう投下した時間や費用に対して取れ高がめっちゃ少ないっていう問題があって今まではだから結局そのコスパを最善化するっていう形で 例えばたくさんリサーチしたものは長くしゃべるし,してリサーチしないものは別に短くとか全くリサーチしないものを短くみたいな風にしてたんですけどそれはもしかしたらちょっとそういうおごりというかそれで評価されるかもしれないっていうおごりがあったのかなと思ってまあ逆にそ,のそういうマジでめちゃめちゃ時間と金かけていいものを作ってやろうみたいな気持ちは一つ最近思ってたこととしてあるかなという感じですかね。僕の方からはうんなるほど まあだからさ言うたらさ、うん、ハイパーハードボイルドグルメリポートもさ制作スタッフの皆さんがさものすごいいろんなこと頑張ってさ多分あれの裏には没企画がいっぱいあってでしょうねでたぶん分かんないですけど実際撮ってみたけどだめだったから全部捨てたやつとかも多分あるじゃないですかそれこそだからやっぱり、えー、出さないでくださいとかって結構あると思うと思う。思う,うん。 だからクリエイティブの良さってやっぱり捨てた量にある程度比例する部分は多分あってはははいいいだからその捨てる勇気みたいなことはあるのかもしれないですね,ねなんかさサピア撮り終わった後もそんな話したよね<下>捨てる勇気を持とうっートた後になんに全<下>8回のシリーズ出してて <laughs> なんかだからそれは確かに、えー、ちょっといびついびつとかいうかなんていうんですかねなんか甘えてたというかうもっと容赦ないい妥協のない ことっていうのはできたのかもしれないないいっていう気はある、うんね、ただ喋りたくなっちゃうんだよな長く <laughs> なんかこれさ、うん、俺すごいクリエイティブって人間性を捨てることだなみたいなこともちょっ時々思うことがあって、うんあの「左利きのエレン」っていう漫画があるんですけど、はい、広告代理店のデザイナーの話、はい、あれに出てくる柳さんっていう「ザ・サイコパス」みたいな<の>、ね。<laughs> デザイナーの王みたいな人主人公のね、しごくやばい上司じので、彼はもう人間性を捨ててるんで、上司が奥さんの出産、なんかせたかく家族のなんかいライフイベントで、ちょっとすいません、抜けますとか言って、抜けてったらそのいなくなった席に居座って、完璧なクリエイティブを仕上げるんですよね、完璧ななんか分かんないけど、ポスターデザインやりかけかなんか仕上げといてで戻ってきて。 どうなったあれって言ったら完璧なのできててお前がやってくれたのかありがとう柳とか言うと柳さんが「そあいや全然いいっすよ」って言いながらそいつの席からどかないんですようん、うん、ジョージの席からで「お前何やってんだよ」みたいな「もうお前自分の席に戻れよ」って言ったら「えだってあなたライフイベントがある家族のためにこの仕事放り出しましたよね」みたいな、うん、それを完成させて完璧なものにしたのは誰ですかみたいな僕ですけど。 今日かからこのののデスク僕のものじゃないですかってなって <laughs> でてめえ何考えてんだみたいな。うん、自分の嫁が子供を産む時に出ていかねえやついねえだろうみたいな。それでもてめえ人間かよって言って胸ぐらつかまれた時に僕人間ちゃうわ。デザイナーや。って言うんですよ。これすげえしびれるなと思って。 <laughs> あれかっこよいかっかっこよいかったっていうかね、うん、なんかこう、うん、印象に残ってます僕も人間であることとデザイナーであることは両立しないんですよ <laughs> 柳さんの価値観だと <laughs> はいはいはいなんかそこまで僕ドラスティックなこと言わないですけど、うん、その奥さんの妊娠無視して働いてるとは言わないですけど、うん、なんか人間性があるせいで良くないクリエイティブしちゃう時ってあるなと思ってそれはまさにその リサーチを生かしたいであるとか、取ったものを没にするもそうですよ、ね。え、そうですね。それこそ、うん、もうそうだし、そう僕あの物書きとしてはそれすごいあって、あの二万文字書いた章をやっぱ生かしたいんですよね。うん、こ二<の> <laughs> 万文字せっかく書いたんだけどパキッとしないなと思って、うん、でもそういう時あのめめしいんで僕は <laughs> こうちょこちょこ直しってみるんですよね <laughs>。はい。 真ん中のこの一文消してみようかなとかこう言い方変えてみようかなとか遂行をしばらくしてもよくならないんですよやっぱ最初に55点のもの作ってしまったらあとちょこちょこやっても60点とか65点とかにしかならないわけで結局そのいまいちかもって思った時点でもう本能が訴えかけてるんですよねよくないよこれはうそうなんですこれは全部捨てた方がいいっていうやつなんですよねそれをこうはっきり言語化しない形で感情としていきなりまずアラート出してるだけなんですよね,そうそうね そうなんよだから捨てる勇気みたいなところあって、でもその時にその時に僕はあの柳さんを思い出すし、うんうん、もう一個う、とえっとね、これ怪しいな、太宰治、はい、これ前もゆるゲンゴグランジオの時引用してましたよね消そうか、残そうか迷った場所は必ず消さなければならない、うん、確か太宰治かなんか言ってたはずそうで、その指針を持ってるんですけど、なんかそれに近いですよね、結局。リサーチしたものをせっかくだから生かしたいっていう気持ちは、多分捨てないといけないんでしょうね。 ね、そ,うそうなんですよねなん。何度か僕は決意してるんですけど、結局やってしまってるし、そして何よりこれから全10回のシリーズが放送されますって言ってることがもう何よりも矛盾なんですけど、<laughs> 赤ちゃんのやつね。ですよねそう <laughs> っていうか、あれだね、そっか、赤ちゃん回、今まさに始まってるところですからね、1> 第1回が上がって、次が第2回というふうにいくと思うんですけど、うん、本当はさ、このスケジュール組むときもさ、想定だとさ、うんうん この赤ちゃん1を火曜日にあげといてその後木曜日にこの授賞式があってここで大賞を取れば新しい流入者がいっぱい来るから<う>赤ちゃん1を入り口にしてもその後もずっと聞き続けてくれるだろうと自信のあるシリーズをぶつけるっていうことをね川山をしてましたねやってました恥ずかしい <laughs> 恥ずかしい今になっても <laughs> <laughs> 取れなかった時にはね恥ずかしいですねこれやっぱこう取れるかもって思ってたことが実はものすごく楽観的な 味方だっったのかなっていう反省がありますよね、うんうん、そんなに甘いもんじゃないし、うんうんね、やっぱ、ね、おそらく、まあ、本当に当て数量でしかないですけど、うん、あれほどまでの出来のものを上げ続けてる、あの番組はきっとたくさん何か捨てているし、そうですね、とてつもないようなリサーチをして、でその中でよりすぐったものとかっていうのが無料で聞けてるんだろうなって、本当に優れがありますよね優れた最後の一滴を抽出してるんだなって。うんねそう ちなみにあの今さっきスパチャくれた人ゲイと女の五点ラジオさんがスパチャくれてます。えー、<laughs> 今日はありがとうございました。えー、見てくれてるんですか恥ずかしい。<laughs> 見てくれてますね。さっきさっき思いっきり話題出しちゃいましたけどね。そうですね、確かに。すみません、ちょっとあのフォローバーしてなくてすみません。フォローバーしておきます。<laughs> まあでもそうね、だから今日今回というかね、この結果を受けて、やっぱちょっとこれからより良いものを作っていきたいなっていう気持ちが。 湧いてきましたね僕、だってあの大賞をさ、うん、ハイパーハードウェルドグルメリポートノービジョンがさ、うん、受賞してたってさ、うん、にそのスタッフさんもみんなさ上がってた時あったじゃん、はいはい、僕、もうあのえっとね分かりにくいんですけど控え室みたいなところ控え席みたいなところが2列になってて、うん、僕ら、後ろの列に座ってたんですけど悔しくて僕前の席に移ってかじりつくように見てました。の <laughs> 見てたやってたたたやっわ <laughs> そ<う>急にこの人移動しな 受け答えも僕らより面白かったしなやっぱなそうねちょっと受け答え爪痕全く残せなかったですねうん離れしてなかったですね僕ちょっと足震えてましたから緊張で水野さん意外と緊張していいだよねええそうですね意外と緊張し口場もあるんですけど緊張しますねそうかそうあとさでもんか暗いっていうかさ後ろ向きではないんですけど前向きな話はあるんですけど1年やったせいでさこれから何かを取るってなった時にさ仕上がりが見える問題ありません あ,ーあるねあるね想像つくっていう、ね、<laughs> そうそうそう,そうはいこれじゃあやろうって決めてリサーチし始めた段階からもうすでにああ大体こんな感じになるな過去のこういうものやったもんなっていう仕上がりが見える問題があってそこをどう打ち破っていくかみたいな引き出しがやっぱりその人生経験とインプットの浅さからそんなに引き出しがないのでだから過去に自分が作ったものをどう超えるかっていうじゃあ今までの最高傑作じゃただとして。 僕はその赤ちゃんもだいぶいいなと思っているんですけどうん、うん、これらをどう超えようかっていうこととあとはもう一個別でその自分が一番いいと思ったものよりも多くの人は大して僕が手間かけてないものの方がいいと感じることもあってそこが難しいなって気がしますよね,すねまあそれも本当みんなが悩んでることなんでしょうけどねきっとうんなんかさあのー、それこそ筒井康隆音大とかはさ、うん こうやっぱ年取るにつれて実験的小説みたいなのが多くなる、はい、わけじゃないですかあの、はい、読者からの投稿に応じて展開が変わる小説みたいなガスパールですね、はい、とかをやり始めるわけでなんか多分そういうことですよねクリエイティブでそのかつて自分が作ったものを超えたいと思ったらなんか全然違うことやってみたりとかはい、はい、マジで予想つかないものを踏み出してみるみたいなのは何でしたっけオードポイエーシス自己破壊と サイクルみたいな,何だっけな社会学者のあとポイエスじゃんわみたいな名前だったと思うんですけど、うん、でもそうですよねだから自己破壊と、うん、多分自分が作ったものをぶっ壊すみたいなことをしていかないと、ね、多分もう一皮向けられないというかそう思います、ね、過去のものの縮小再生産あるいはちょっといいものでしかないので、うん、どうすればいいんだろうなっていうのはちょっと。 今後の惰性でねそのてかまあ多分惰性でやるのも結構しんどいんであ<ー>あのしんどいっていうのは惰性でやるとしてもそれなりにリサーチに時間をかけそうするから、ね、別にまあその惰性でやってたら1年過ぎちゃうと思うし、うん、やっぱそれだけでなんとなくそれなりのものはできると思うんですけど、うん、もっとその、ね、今回こうやってリス「リスナーズチョイス」に投票してくださった方とかさいつも聞,いて聞いてくださってる方に新しい驚きを提供するために。 なんかこう手癖でやってるものじゃないものを出さなきゃいけないなっていうそ気がしますよね。なんかさあんま関係ない話な気がするんだけど、うん、それこそ「ポッドキャストウィークエンド」はい「前下北で物販イベント」やったやつはい、はい、あれの時にさ、あのー、月曜特勤マッシュの渋さんはい、はい、とすげえがっつり喋ったんですよ僕。 その中で出た話が、まあ、渋さんは絵を描くイラストレーターなんで、うん、油絵とか結構描くんだけど油絵っていう作業はもう8割、6割ちょっと忘れちゃった、うん、N 割終わらせるともうそこから先は何もないと、うん、変化ないからあとは淡々と絵の具を積み重ねるだけで完成するって言ってて、はい、ああ、なるほどって言った反面で僕、違くねと思って。 た部分があって、はい、なんかさ、やべえなあのもう酔っ払ってるから話が散逸するんだけど、うん、東村明子先生、はいはい偽装えー、っとめやべえやべえあの、えーえー、タラレバムさんの、ね、タラレバねはいはいはいあの漫画家の方ですね、うん、東村明子先生はそうじゃないっていうの僕は NHK のドキュメンタリーで見ていて、うん、東村明子先生全部原稿完成したものを見て書き直すんですよ。うんうん <laughs> めちゃめちゃ多忙なんですよ、東村明子先生、同時に連載4本とかやってて、でも、ある程度仕上げて、アシスタントに回すわけじゃないですか、アシスタント人が全部書き入れてくれて、完成原稿が戻ってくるわけですよ、その段階で直し始めるって作業をしてて、めっちゃ効率悪いじゃないですか、これ、絶対やるべきじゃないんですよ、経営者として。でも、彼女はだから、10割の段階で初めて見えてくるものがあるわけじゃないですか、東村明子先生であっても、はい。はい だから油絵の作業全く僕相当つかんけどなんかクリエイティブその最後の1割に宿るひらめきというか画量転生の部分にそうですねそう、はい、あまさにあいいこと言うわそう画量転生と一緒ですよね、うん、あの竜の目ラスト1個書き損なってたら終わりだし、はい、逆に言うとその1個入れるところにクリエイティブの真髄みたいなのがあるんじゃないかっていう気はしていてうん、うん、だからなんかねその 圧倒的に手を動かす作業の中に何か見えてくるものはあるような気がするんですよねはいはいはい分かったじゃん、うん、年一更新にすればいいんじゃないですか <laughs> そうだね極限まで <laughs> 極限まで台本詰め切りましょうか一文字一文字で出来上がって編集が終わったものを1ヶ月ぐらい寝かした後に見て「<laughs> ここちょっと痩せてませんか?」みたいな「ここいまいちじゃないですか」つって全没とか <laughs> <laughs> 大変だな その作業やばすぎるわ。で <laughs>、ね、なんか、年に1回ぐらい更新、10分とかの動画をこ、やるそれやっちゃう。らいいんじゃないですかめっちゃパンクですね。<laughs> めっちゃパンクユーチューバー、ポッドキャスターよ、それは。そうですね。あの <coughs>、みんなから、それは困りますっていうコメントがいっぱい来てるんで <laughs>、やめときましょうか <laughs>。そうですね困る。困るらしいんで、みんな。 分かんないけど例えば週1更新に変えたりしたらなんか出来が良くなるのかなとかちょっと無双したりとか。関係ない,ないやんな、まあし,まあ、したくないでしょうけどね。うん、い,いや関係なくはないですよ。うん、だって僕その分収録の回数減ってリサーチは増,、まあ、増やせるから関係なくはないと思いますけど、ね、まあでも望ましくないならそれはしょうがないですね。うんあ。だしさその議論も面白くてごめんなんかめっちゃ散らかすんだけどさっきからっと。はいはい なんかやっぱ量は質に転嫁するみたいな話あるじゃないですかよくある話でこれ僕結構そうだなと思っていて、はい、そのあ,ありがとうそのぶっちゃけあれなんですよ昔僕ノート週に1回書くだけで生活してたんですよ23年前うん、うん、だから毎週月曜日に有料ノートを更新してるんですけどその仕事しかほぼしてなくて。 めちゃめちゃ時間ありますよね。めっちゃあの時期めっちゃ最高だったんですよ。あの<僕>だから田舎に住んでた時期ですよね。あそうですそうです。あのアキルノの方に僕が一時間かけてあ。<laughs> あそうそうそう。<laughs> あれだから水野さんとユルゲンゴガレジを始める前だよね。うん。隠居期ですね。それの時期はそうあの週に5日ぐらいひたすら本読んだり映画見たりして。うん。 へーこういう理論あるんだとか,<う>かこれ面白いなーそことか元論文当たってみようかなとかその時やってたわけですよね行動経済学読んでこれおもろいなみたいな知的好奇心の赴くままに生きてたわけそうですね <はい S 2> でもねベランダでコーヒー飲みながら本読むっていうね暮らしをずっとしてたんですよ <うん S 2> でもねその時期に作ってたものより僕今時間に追われながらなんとか編集者にせっつかれて書いて出した本の原稿の方が気に入ってるんですよ。だからそれは最近に書いたものだから気に入ってるとかじゃなくて質がいいじゃないと思うのよ。はい、多分そうあの多分ねめちゃめちゃバキバキに追い込まれてなんかもう血吐きながらとりあえず雑巾の絞り汁みたいになって出したものは意外と悪くないぞっていう,うん、うん、発見ですねそれはここ1年ぐらい。 多分だから時間の密度が変わるんでしょうね。だと思う。僕もその本業がありながらやってはいるんですけどじゃあ例えばその本業がめちゃめちゃ暇になるとか考えてないですけど辞めるみたいなこととかがあったりしてじゃあもっといいものできるかっていったら多分そうじゃないと思うんですよね。そうなよねだし本業でやってることがこっちに生きてくることもあるしこっちでやってることが本業に生きることもあるから今が一番幸福だと思うんですよね最適な環境に身を置いてると僕は思うんですけど。 ああれだだよよねねヤギを飼う逸話だよ、ね、あれやピンとこないこれ知ってる有名な逸話で、はい、あの中東かなんかの男がもうめちゃめちゃ忙しいと、うん、日々めちゃめちゃ忙しくて仕事に追われて大変なことになっているやばい破綻直前だどうしたらいいって言ったら賢者がヤギを飼いなさいって言ったとうん、うん ヤギを飼い始めるとそう、ヤギの世話っていう新しいタスクが出現するわけですよね。はいはい、だ完全に破綻するわけですよ。うん、破綻寸前の暮らしがそ。ヤギを飼うことによって、かえって破綻、確実に破綻が訪れるから、うん、工夫して時間を切り詰めることになって、かえ、はい、って余裕が出るみたいな、はいはい、有名な話、やべえ、コメント欄でめっちゃクリシェだって言われてて <laughs>。俺、そう知らねえわ。<laughs> ちょっと偏りがすごいから俺、全然知らなかった。<laughs> でもね、有名な逸話があるんですけど、ヤギを飼うやつ。はいはい なんかそれに近いですよね。やっぱヤギ飼ってる方がさ濃密な時間でありなんか？ 結果としてクリエイティブの質も上があのすんごいさ仮にじゃあ僕が暇になったとしてさ、うん、それでさ作ったものってさもう言い訳が利かないと思うんですよ、うん、あ時間がすげえあるからるいいものは当然できると思うんですけどそれもあるだからそれで中途半端なものができたときにもう言い訳ができないと思うんですね、うん、その例えばじゃあ本業をやめてこれをやったとして、うん、そうですね本業をやめたんだからいいものできるだろうっていうだけど、うん、やりながらであれば ある種こう言い訳が効く部分もあるしうん、うん、だけどその中で最善を出そうとするから結果的に自己肯定感も上がるというかそ,うだ、ね、その中で俺頑張れたなっていう折り合いがつくと思うんですけど翻、うん、ってその時間をめちゃくちゃ作っちゃったりすると今度はなんかそっちもそっちで結局70点ぐらいのものにしかならないのかなっていう気はしますよね。そうだね だからあのさ手塚治虫先生がさ、うん、大量の週刊連載抱えてたのって完全にそれじゃんギチギチにすることによってもうクリエイティブの質を無理やり上げようっていうことですよじゃあもう一個別の話に飛ばしてもいいですか、うん、一つその希望というか全く頭の中で見えてないですけどいいものを作るためになんかてかなんかめっちゃ恥ずいないんかいいものを作る論みたいにしてていや大丈夫 <laughs> 今日はもう手の内明かしててめっちゃ恥ずいな今日はもう祝賀会だから大丈夫そうかいやなんかあの 今までこの1年間ってベースとして僕その言語学に対して無知だった状態からある程度勉強して多少その各ジャンルに関しての上っ面の知識だとか、うん、それからまあ他の勉強してないジャンルに対する想像力が身についた1年だったなって、うん、まあこの1年振り返るとね総括できるかなと思うんですね。でそのの意味でこの今からの1年って 今まで蒔いた種を回収すればもしかしたらいいものになるかもなとは思っていてつまりそのこの「ゆる言語ワークラジオ」がスタートしてからの1年間っていうのは発散の年だったと思うんですよでそこで学んだことが後からこの後例えばですけどこういうテーマをやろうと思ってがっつりリサーチしますって調べた時に繋がってくるかなと思ってああなるほどなるほどつまり収束の年になるかなと思っていてのの今まで蒔いた種っていうのが実って 何か、えー、あることを勉強したときに実はここの回とつながっていてこういうようなことが言えるっていう風ななんかそういうコネクティング・ザ・ドッツが起きるかなっていうのもちょっと一つ希望というか楽しみなこととしてはあるかなとまだ伏線回収みたいなことですねそうですね簡単に言うとそういうことですよねうん、うん、それは多分にあるんじゃないかなっていう気がするんですよねその実際に今ゆる言語学ラジオのサポーターコミュニティ の中では、専門家の先生に僕が話聞くみたいな。うん、トークイベントみたいなのをたまにやったりするんですけど、うん、先生の話を聞いてて、ああ、これやったみたいなとか、ああ、この時にやった。これが繋がってくるみたいな。自分が感じることがあるので、それは一つ。なんか、えー、この一年間にはなかった。変数を加えられるかもしれないなとは思いましたね。そうですね。なんか、それを生かすも殺すも、こちら次第というか、うん、なんか、それ、悪く転がすと、多分、こう。 身内コンテンツ。そうですね。<laughs> ハイコンテンツとなりますよね。だから、それをこう上手に買いならしていければ、すごく。飛躍の可能性は感じますね、うん。そうですね。その。それがね、僕に得意じゃないなっていう自己評価があるんですよね。その。あ、本当。うん、その。なんていうんですか。 説明しなきゃいけないことを説明しないとか身内のりを増やしすぎてしまうみたいなところはちょっと反省としてあって新規の人が入ってきづらいなっていうだからこれは僕の反省材料でありこの1年間でよ改良したいなと思うポイントですねただその一方で「私とポッドキャスト」っていう えー、ノートが主催の番組ではい、はい、1> 第1回が古典ラジオがゲストだったんですけど、うん、まあそこでその、えー、古典ラジオのメインスピーカーの深井さんが言ってたのがポッドキャストっていうのはいくらでもニッチにできるとうん、うん、これはその例えば YouTube とかそれから普通の既存のメディアではできなかったことだから僕らはもうとほとんどニッチにやりますと言っててうん、うん、でそれは本当におっしゃる通りというかそうですね そうういアワードだとか、多くの人の人気を気にせずに、僕が知りたいことをとことんやっちゃうっていう手も、今後の身の振り方としてはありますよね。ありますね。最近、今リサーチしてるのが僕、存在史っていう、全然意味存在史っていうのは、いるとかあるとか、英語に直したら B 同士みたいな、あれは存在を表す、名詞の詞ってことですね、名詞の詞。それ存在史っていうんですけど、存在して死ぬかと思った。 うん、存在ですだと思っった何かななと思て怖い存 <laughs> 存在史いやそう存在史について今調べてるんですけど、うん、もうねやっぱ一般書がないんですよ、うん、だからもう必然的に論文読むしかなくて他の時もね論文確かに読みましたけどあれはほとんど一般書が結構出てたので読んだんですけど、うん、今回そのちょっと論文をかなり読むことになるなと思っていてうん、うん、でこれって究極的にいくともう論文しか読まなくて、ねうん、構成を作ることだって今後あるかなと思って。 そ,のそっちの方向にその異常に凝縮した方向に振る手もあるしそれはちょっとねまだ決まってないですけど一つの身の振り方としてそれもありかなとそのニッチな方向にとにかく振る聞いてくれる人だけ聞いてくれればいいっていうスタンスのまま別にあるかなっていう。 なんか避けけたいですけどねねそれはやっぱ、ね、ゆる言語学ラジオ的かなっていうとうまあでもどうなんだろうねだからそのどんぐらいポップさを取り入れるかだよねそうですねまあ僕でも軸足はポップだと思うのでうんうんそうですねアカデミックの出身ではないのでそうだからなんか逆に言うとさなんかそのどんだけ難しいことやってもこのフォーマットで我々がわちゃわちゃやると結構脱線して聞けるようになるっていうのがポイントかなと思って、ねね、一つの様式美を なんか手探りりで作った感感じはは実感としてはありますねめっちゃあるめっちゃあるあのさゆるコンピューター科学ラジオでさ、はい、情報理論っていう回やったじゃん、うん、あの情報理論の第2回がコメント欄で「<laughs> はい、内容何も進んどらんやんけ」ってめちゃめちゃみんなに怒られていて。<laughs> <laughs> でも僕はあれは大笑いしていて、めっちゃ面白いよ、情報理論に、本当に何も進んでないんだけど、論文タイトルが、t h e m a ス m a t i c a l リ e o r y o ニケ c o m u n i c a t i o n は、あマースマティカル・セオリー・をコミュニケーションだと、アがザに変わったんですよっていう話したら、それってウイスキーのグレン・リベットと一緒ですよねって言って、ずっとそこから10分ぐらいウイスキーの話してて、<laughs> 忘れたけど、その後も、なんかの話、この論文でこうなんですよって言った時に、また違う話出てきて、10分ぐらいその話してて、はい、じゃあ、回間などで今日終わります <laughs>。 終 <laughs> わかったんですけどでもこれめっちゃ面白いなと思って情報理論の話ポップさゼロなのに結果としてめっちゃポップなんですよなんか,なんか,なんかだからあのコメント欄には怒られてるんですけど別にみんな結構最後まで見てくれてるし面白かったですって言ってくれてる人も多いんでなんかこれだなっていうのはちょっとありますよね。めめめちちちゃ薄めちゃゃ薄うと あのー、情報密度的にはよくないんだけど、うん、でポップさを我々は無限に出し続けられるっていうのはちょっといいいかなって思いますねポップかどうかはちょっと、あのー、<laughs> 今のコメント欄とかでね本当にこれポップ,ポップでしょってうグレン・リベットがザの話なのポップでしょ <laughs> <laughs> そうかなそうかかなななポップなのかな、ね、めちゃくちゃポップだと思ったけど僕編集してて、ねあのー、薄いか好きなんですよね。そううなんんだね、うん そうでも確かに堀本さんがねそれを言われてそれ言ってて聞いて僕もそっかもっと薄めていいのかみたいなうんこれ分からんーーちょっとコメント欄であの薄めないでくださいって来るかもしれないけれどもまあ,まあそういう人もいますけどね、うん、そうまあそれはでも好みの問題であって、うん、薄めない方が絶対にいいっていうことはないと思うんですでと思いますねじその意味で確かにまあその僕いつも詰め込んじゃうんで構成 とか台本って堀本さんの余地はその点ね僕がどんだけ脱線させるかを計算に入れた上で台本作ってるからそうですねすごいなと思うんですよ。という、ね、か,なりあのてか脱線バッファーを取ろうって決めただけですけどね <laughs> <laughs> 僕本当読み外れるんでそろそろ当てに行きたいですそ, <laughs> そ,<の笑>そうだねでもなんかさどうだろうだからゆるゲン語学ラジオも結構その。 ゆるい回回、うん、語源の話延々する回とか結構脱線多分していてでもなんかそのくだりがやっぱ好評だったりするから、うん、すごいそれがなんか編集してても瞬間最大風速が一番出てるなって思う瞬間でもあるので<ー>だからいいんじゃないですかどんなにニッチで難しいテーマ扱ってもよくてごめんさっき、うん、さっきと言ってること違うんだけど全言撤回するけど「はいはい、存在史みたいな「論文めっちゃ読んで台本組みました」うん、でも結果として多分ポップになるじゃないですか。 多分ね、面白がって水野さんが話した結果僕も面白がって脱線させるんでそれでいいんじゃないかなあーなるほどね、うん、テーマは何でもいい気がする今そうだ思い出したあのさ僕、うん、ゆるゲンガクラジュンの,その要素分解して2個に分けたじゃんもう1個あったわなんすか楽しそうにしゃべってることあーそれな意外とないのかもしれないなそれマジでそうだよねなんかその別に他のなんかの学問系の人を腐すわけじゃないですけど、うん こう多分楽しいんだけどテンション上がってる様子をみんなあんま出してないですね,そ,うですねそれをも,もしかしたらそのあえてされてるかもしれないんですけどす、ねうん、僕結構やっぱりその初めてねポッドキャストを聞き始めたのは、うん、古典ラジオでありうん、うん、そしてやっぱ一番好きなのはやっぱ古典ラジオで樋口さんが興奮してるそう、ね、わかるわかるわかる,めっ,わかるめっちゃ全く一緒、うん、なんか漫然と聞いてるんですけど、うん、突然樋口さんがテンション上がるいタイミングがあって。<laughs> あるあるある そこがやっぱ一番それこそ聞き返してしまうポイントで、うん、そういうなんか、えー、なんていうんですかねこう、えー、っとム,ムードというかね高まりみたいなのがあるっていうのは意外と特に僕らも意識してないしあえてやってるわけでもないですけど案外強みなのかもしれないなってます、ね、そうですねそれは本当そうだと思うな。 <laughs> だからさ、うん我、我々が笑いすぎてさ、うん、あんま進行できなくなってるグダグダの部分さ、うん、ライブ配信で一番ウケてるもんねそこが <laughs>。ライブ配信、ね、具体的にはね、あれだね、あの方言ライブの時の、<あ>グッチーの僕のルーツ、ブラックミュージックのくだりの水野さん、笑いすぎて喋ゃれなくなって,て <laughs> それに引っ張られて、僕も笑いすぎて、二 <laughs> 人とも喋れてないんですけど、愛子 <laughs> がすごかったからね、愛子の裏拍がね。 そここ本当グダグダなんだけど見返すとでもんかそこがやっぱ一番コメント欄も空いてるしんか面白がられてるんでんかやっぱ楽しそうにやりたいですねそこは譲りたそれはそうですねだから辛そうにやり始めたらもうおしまいだと思います我々わそう本当そうだわ辛そうとか作業的とかそうですねそうなったらもう畳みましょうそうですねそれははいって思いますねああはいはいはいああいそうなんすねっていう感じにはなりたくないですよね あの存在意について調べてきたんですけど、うん、結構面白かったっすえー、えー、でもそうっすか何があるとかいるってどう違うと思います分かんないっすああまあそうっすよね <laughs> 誰も見んわそれ <laughs> 誰がみんなこれ <laughs> よくないっすね絶対それは面白かったらもうやめましょうそう,そうっすね <laughs> そうだねうんそれこそさゆるコンピューター科学ラジオ、うん、来年のアドに食い込みたいみたいな気持ちないんすか ああ、やりたいですね。食い込みたいよね。あそうなんですね。誰かがコメントで出してたけど、なんか、そうなめできたら面白いですよね。えどういうこと <laughs> いや、対象ノミネート作品全部、ゆるなんとか、ね、<laughs> フランチャイズにするっつって、全く何もしてないけど <laughs> 大丈夫か。<laughs> それもね、今、水面下で動いてるんですよ。あ動いてんだ。あそうなんだ動いてます、動いてます。じゃ大丈夫そうって思いましたけど、よかった、よかった。ず野さんに相談したじゃんあの、人ちょっと増やす 増やすわっていう人プロマネっぽい人とかいれますわ。ああはい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 。ああ、その伏線なんだ。そう。あれとか完全にフランチャイズに向けた動きで。そうなんだ、僕アホだから鼻ほじってましたへなんか始まれんよなゃあれの意図としては最終的にフランチャイズになっても大丈夫なよっていうことですね。すみません、鼻ほじってすみません。ほえーじゃないね。収録時の堀本さんぐらいアホズラで聞きました。へー いや俺、アホスラキャラ嫌なんだけどな、不本意だな、全然。サやる時のみたいなやっちゃいがちですね。感心してるからね。自分で言って、自分でつごるのやめなさい。今の顔がだいぶ面白くてびっくりしちゃいましたね、ちょっと。やっぱアホみたいな顔しちゃうんですよね、やっぱ。いいですよね、堀本さんの知性と反比例した表情は。素晴らしいですね。アホみたいな顔しがちですね。 そうだね、まあだから新展開も考えつつ来年もあごめんごめん全然気きし<ー>ないです,だだだおすごいなくなってきたジャンパン開くんじゃないこれ今日まあいけるでしょめっちゃ俺に注ぐやん、ね、ちゃんと開けない飲みは自分でよっしゃうまてかんにうまてかんちなみにあのうまてかんとくだり話し,た話した後に、うん、ちょっとそのいやほんと水野さんに感謝してんすよ僕はみたいなこと言った瞬間にみんながエモテかんエモテかんって送ってました <laughs> 順応が早い。<laughs> 合ってます。合ってます。<laughs> エモテ感ですね。エモテ感ですよ、それは。<laughs> 活用が早いな、みんな。あんた、カンにー、エモテ。おめえさーん。なに何,何,何も、何にも分からん。<laughs> あんたー。カンにもてー、モテいや、携帯素が分からん。<laughs> には、えー、には何えー、おいしいにーとかだから、ようか。ようですね。はい、いかんよ、と。 あんあーだからさっきのああさっきのやつはい,いかんの愛が落ちてかんになって、うんはい、いかんようがかんにいいになってるってことですねそうですそうですなるほどなるほど理解したわはいそうかそんな難しいんですね全然意味わからんかった今、うん、よくねそのえー、と愛知方言の えー、携帯層分けるの難しい問題でよく出てくるのは、キットカット、カット、カンとカンかったけど、買わんとカんかった、あ<ー><ん>それ全然分からんわ。キっとカットを買わなければならなかったんだけど、うん、買わなかったとっていうときに、愛知の人だとキットカット、カット、カンとカンかったけど、買わんかったとかっていうふうに言えるんですねうん。そのスピードで言われるとついていけないわけですと ンピシャですだからよくツイッターとかでこれがバズったりしてそれこそ愛知の人とかじゃあリツイートしてますとかってなった時にもう僕の周りのみんなだったらもう当然わかるみたいなあとはあれか鍵買わんとかわんかったけど鍵買わんかったああそれもね聞いたことあるわあ聞いたことありますこれとかも有名鍵をかけなきゃいけなかったけど鍵を買わなかったとかっていうやつですねコメント欄でクリシェクリシェって言われてますじゃこれ知ってますえっとおみやおみやおめみやあそれは聞いたことないこれ多分 清水義則先生の名古屋語大辞典みたいな本から拾ってきたやつですけど、えーく。クリシェナットクリシェそう。これは、あ、ちょっと、もう一回言いましたね。うん、言いましたよねって言っちゃって、ケチャップ。かわいいな。赤ちゃん、急に、やっぱほら赤ちゃん界、今、放送してるからさ、赤ちゃん、帰にしちゃうね。で、ね、すぐは難しいからね。しょ,ねしょうがないですね。えー、おみゃーおみゃーおめみゃー。おみゃーおみゃーおめみゃー <laughs> あれ。あれ合ってないえ、今合ってないおバカ者です。ドターンけ。 え、合ってなかったおみゃーどたけ。うそ、繰り返せってたじゃん、たんちゃん。おみゃーおみゃーおみゃー、どういう意味ですかおみゃーおみゃーおみゃー。あれえ、え、繰り返してない正しく繰り返してないえ、なんで笑ってんのえ、え全然わかんないんだけど、えねえ、合ってませんでした。見ました、今の。え、いやいや、完璧だったじゃん、今。リスニングが全然できてないですね。え日本の中心語のね。えおみゃーおみゃーおみゃー。あ、おみゃー、おみゃーって言ってる。おみゃー、おみゃー、おめみゃって言ってる。 えおみゃあおおみゃあおおめみゃあという意味日本語日本語じゃない間違えたえー、っとだからあなたの分かる言葉で翻訳したらどうなりの？<笑><笑>えっと僕の分かる言葉まあだから、はい、い,いわゆる標準語です、ね、東京方言で東京 <laughs>、はい、言ったらどうなりですか？東京方言で言うと、はい、えーっとおみゃあおめみゃあおおめみゃ <laughs> えー、合ってると思うんだけどなおみゃーだからまあおみゃがお前でしょ多分そうそれは合ってますはいで 後ろのオーメミャー大目みゃが、多めに見なさいな。ああ<ー>、<分>いいよ、いいよ。だからもう真ん中は、ね。大目みゃー、おめみゃがわかんないな。おめみゃー、お,めーお見舞い、お見舞いじゃない。だかお前はお見舞いに来なかったけど、それは多めに見てやろうっていう。いいえー、4回くらい。<laughs> そんな違う <laughs> 正解は、あなたは大宮さんを多めに見なさい。ね、大宮か。うん。

腹立つな腹立つなうん腹立つ信長の頃からの言葉なんだ僕らはね <laughs> 天下不武の言葉ですからちょっとやっぱ尾張のプライドを未だ引きずってらっしゃるんですねもう500年経ってますけどその時代かそうじゃないですかさっきね堀本さんとねあの方言がたまたま一致したんですよあそうその話たねただねアクセントが間違っててすごくね<ー>残念でしたね今日ここねあのちょっと急いで準備したんでねケーブルぐちゃぐちゃでちょっとワヤですね何 ちょっとですね。ああ、間違ってますね。欲しいのよ。その部分点はね。合ってるじゃん。わやね。いやいやいや、わやですよ、ここは。わやじゃない。わや。いや、わやです。いや、そのね、今映ってないところとかも、もうわやくちゃのわやなんですね。そうですね。ぐっちゃぐちゃになってて、わやですね。いやいやいやワや。わやですわ。ちょっと硬すぎる時間なかったんで、今日もうアワードでドタバタしてたんで、わやです。惜しいね。じゃあ、じゃミスさんが惜しいのよ。はい、あなたが惜しい。追いついておいて。

あるんだっていう驚からぐっちゃぐちゃみたいな散らかってるみたいなそうですねエントロピーが高い状態のことを言いますよねそうですね無秩序な状態のこととかをそれは物理的にも精神的にもとか全く一緒全く一緒今完全にソシュールの部位の囲み完全には一緒ですか精神的にも物理的にも散らかるちょっと間違っちゃってらっしゃるというかわやですね違う違う全然違う あのー、ほらやっぱさ、尾張の頃から引きずってらっしゃる方はさ、500年前の常識でまだ生活してるんですよね、はい、あの北海道はさ、とんでん兵が入ってきてさ、うん、明治維新以降、だから文明開化のね、モダンな文化で、やっぱあのモダンなアクセントやっぱ身につけてるんで、やっぱいけてますよね、こっがわやーの方が。あー、ちょっとねその、アクセントがどっちがいけてるかって話になると、社会言語学の話になり、<laughs> かなりセンシティブな話題になるので、<laughs> 僕は元気を避けますが。<laughs> <laughs> なるほどそうかそういう落とし穴があるんだな <laughs> そういうデリケートなとこ触ってしまったんです失礼しましたそうですね 1>, 1年前の僕ならズケズケと言ってたと思うんですけどこれ <laughs> <laughs> 今んカメラ回って名前だったら散々言うんですけどなるほどなるほど,るほど今,る今ちょっと選手的だからね <laughs> 大人あのさっき、なまってるとか言っちゃったんですけど、なまってるも、ちょっとネガティブなニュアンスを含むので、<laughs> 実は明日あし公開される、あさって公開される動画でもなまってるって言っちゃったんですけど、それはちょっと誤りであって、誤りというか、まあ、間違っているというか <laughs>、まあ、ちょっとあまりよくない表現だったと思いますね、それは、はい。封建というべきでしたね、失礼しました。ひろゆきさんみたいになった <laughs> うちの家内というか、彼女というか、イ君というかが、<laughs> 完全にはひろゆきさんだ、この人となった。間違えましたね、ちょっと。はい <laughs> あなるほどちょっとねあの方言こっちが正しいぞ論争をちょ楽しくやってたんですけどそういうセンシティブさがねあってか聞く方が増えてそれこそあんまりねそ,のそう受け取ってほしくはないにせよあここで言ってることが正しいんだとか言語学ってこういう感じなんだってなるまあそれはなるよねゆる言語学ラジオって名前だからっていう方も聞くからあんまりねそのセンシティブなこととか、うん。<laughs> 喋りづらいよね大人になっちゃったんだからねちゃんとでもさリスナーズチョイスをいただいたわけじゃないですかそうですね,本当にそ,うすねそこでねそんなさ、うん、なんかそういうこうなんていうか規範になるようなことをできたら言っていきたいですよね,ねこんなリスナーさんから指示だいたのにさそうです、ね、配慮の足りない番組作ったらしょうがないしこれはねそうだから本当にそのなんていうんですか う嬉しいし、僕らの番組作りに今後も絶対に生きてくるというかね、そうですね、うん、いや、本当そう、本当そうだわ。うもう一回言いますね、リスナーズ・チョイスに投票してくださった皆さん、ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。本当におりにとうございました。ありがとうござまやっぱさ、なんか言うたら、まあ、対象を逃しちゃったんで、うん、こうずっと欲しかったこう、日本一のポッドキャストみたいなありがとうはいはい。 みたいなことはちょっと言えなくなったんだけど、うん、やっぱさ改めてこう日本で一番リスナーからの票を集められるラジオではあるわけじゃないですかそうですねポッドキャストではあるわけでそういう意味ではそのずっと欲しかった日本一の称号がちょっと想像とは違う形に背を手に入れたっていうふうにも言えるんじゃないですかねじゃあ,あの2020年末の,、うん、あのフリース着てた自分のことを、うん、今会いに行ったら、うん、肯定できるというか、うん よくやったぞっていう感じではある言えるでしょ全然言えるでしょあそうなんだリスナーズチョイス取れたよっていう日本で一番票を集めたポッドキャストになったよって言えますよあ胸張って会える全然言える全然言えるそうなんだ、うん、あそれは良かったですねそうあのさっきさツイートしてくれてたんですけど古典ラジオの深井さんもね、うん、それこそ2年前の大将の深井さんも、うんうん 我々も今年ガチでリスナーズチョイス取りに行ったのに、ゆる言語学ラジオに負けたみたいな、うん、おめでとうみたいなことをおっしゃってたんで、もう本当に、なんかそういう意味では、あ認められているという、うん,う,んう,んうん、すごい嬉しさがあって、胸張れて、会いに行けるんじゃないですか、あそうなんですか、うん、ね、それこそいただいた企画書には、完全に古典ラジオっていう具体名が入ってましたからね、入ってましたね。 丸パクリして俺たちですごい下手すると超えられるかもしれないから頑張ろうぜみたいなこと書きましたねそうですね <laughs> そっかそっかあじゃあそれは良かったですね <laughs> そうだから本当にそうです僕としては結構やりきった感というか満足してはいますよある程度満足してやりきった感もあって、うん、そのままあ、じでぶっちゃけた話、うん、対象をまた取りに行きたいあの来年狙いに行きたいなっていう欲って僕は結構今丸出しにしましたけどはい、はい、堀松さんの中でぶっちゃけどうなんですか そんなに別に別こだわりたくああぶっちゃけそうかもあそうなんだそんなに頑張って取りに行くぞみたいなテンションではないかもうんあそうだね俺それ聞きたいわもうん、向こう1年というか今後どうしていきたいんですかチャンネルは、うん、結局割と堀本さんが僕に任せてくれてるから、うんうん、話題トークテーマ選びとかって僕が割と裁量権を持ってますけどそうですねまあプロデューサーは堀本さんじゃないですかまあそうですね <laughs> その意味ではその今後どう身を振っていきたいのかみたいなのは これね、うん、皆さん、僕ね本当に共有されてないので、今マジの好奇心で聞いてます。<laughs> じゃあさっきだからさ、ちょっと話そうとしたじゃん、そのうん、うん、今後の展望というか、うん、あのー、いや僕もね本当はね未来のことをすごい考えたかったんですよ。一応、うん、ここ一ヶ月も本当てんやわんやで、うんうん、あの脱、ー、稿とか締め切り、あそうですね現行の締め切りと確定申告かな今週は、確定申告もあったし。 もうだから全てがこう後ろ倒しになる全てが徒歩待ちしてたせいで、うん、何もかもが全部後ろ倒しになって森博士的なタイトルでしたね <laughs> 全てが T になったんですね、はい、<laughs> 全てが徒歩待ちになるをやってしまったんです、はい、全てが T になるをやってたんでもうここ1ヶ月ぐらいも何も考える余裕がなくてですねでもやっとまあ確定申告も終わってここ23、うん、日ちょ,っとちょっとだけ未来のことについて考える余裕があってお だからちょっとこう今後に向けてレールを敷き始めたんですよおとといぐらいから、はい、それこそ昨日もその新しく入ってくれるプロマネ的な人とかとこうめっちゃ打ち合わせしたりして、うん、でやっとなんかある程度まとまってきた今後の展望についてはですね関わってもらう人を増やそう っていう、まあ、大きな意思決定としてはありまして大丈夫かなこれ本当にあの身内で喋べるべき内容な気もするんだけど <laughs> あのー、頑張って判断するりながら<笑><笑>まあのねいやあのー、もういいか、あのー、僕個人の結構話なのよ別に言っちゃいけないこととか言わないんだけど <laughs> あだから単純に個人的な話じゃないってことねそう,<ー>そうリスナーに向けて喋ってい話喋るべき話かどうかわからないじゃあトイレ行くなら今ですねですけど、はい、<laughs> そうですねトイレ行くなら今ですはいはい僕の個人的な その悪癖というか性質の話で当てていいですかマンネリ化すると破壊してやめるあいや違いますそれじゃないんだそれじゃないです僕の悪癖の話は全部のものを自分の支配下に置きたいスキル貧乏みたいなとえ人に関わってもらうことをもったいないと感じてしまうっていう悪い癖があるんですよこれつまり経営者適性がゼロってことなんですけどだから言うたらなんだろうね 税理資産入れるとやだなっていう、うん、それ一つには税理士さんを入れることによって僕が税金のことを勉強する機会を失うじゃないですか <laughs> 最初がそれかそうえどういうこと謝礼を払うが一番最初のマイナスだと思いましたけどいやじゃないんですよあそれもあるんですけどその 貧貧乏乏症症リアル貧乏症う何でもかんでも勉強したい,いそ,それ以上に勉強したいんですよやっぱ、うん、<その> <laughs> 税法に僕やっぱ興味あるんで、うん、だったら自分で全部やった方がいいよねっていうだからあのねいや偉い偉い本当に。 今でいうと、フリーで法人決算、はいはい、割とこう個人でもできるサービス。ねそうです、ねはい、ただ、ね、僕、4年ぐらい前に初めて起業したときは、当時やってなかったんですよ、フリーが、はい、法人決算サービス、ね、最近上場したぐらいで,そうです、ね、この2、3年とかですごい一気にばって決まるフリーはねそう、法人決算とか結構やってくれるんですけど、今は。はい、でも4年前には全くなくて、で法人決算って普通あんま自分でやらないん 税理士さんとかを入れるとめっ,めっちゃ大変だから、はい、出さなきゃいけない書類の量が個人事業主に比べて10倍20倍ぐらいかな、うん、あるんですよねで僕自分でやったんですよいやーすげえこれでもやっぱり自分でやったら面白いんですよねあそうか法人ってこの書類出さなきゃいけないんだとかあ広告ってこれ出さなきゃいけないんだっていうあの公に告示するね広告を出さなきゃいけないんいで広告 ううあ違違広告費じゃなくて広告公に告示するああはいはいはいあそっちのねそっちですなるほど企業が決算とか出すやつディスクロージャーってことねだからああのそそそううう広く出すディスクロージャーそうですちっちゃい会社でもあれやんなきゃいけなくてあそうなんだそうだよ上場企業じゃないに限らず決算開示ってその上場企業 義務付けらでもね、そんな細かさはある程度ありますね。でも、忘れちゃった、もう4年前のことだから、忘れちゃったけど、細かさに上場企業と、細かい非上場の企業だと違いがあって、いずれにせよ、いろんなことを勉強になるんですよ、やっぱ自分でやると。こうなる、これ必要なんだとか、これめっちゃめんどくせとかが分かって、超面白いんですよね、めんどくさいけど。みたいなことが一時が万事僕あるん ですよね、それに新,その新しさとか面白さを見いだす堀本さんの、ね、レンズが優秀ですよね有吉、まあ、あさんはそう言ってもらえるとスキル貧乏症って僕は呼んでるんですけど全部自分でやるとめっちゃ面白いなっていうところがあって、うん、やりたいんですよ。うん、これだから多分ゲーマー気質とも一緒ではい、はい、ゲームの何が楽しいって全部自分の手中に収められるじゃないですか国を信長の野望をやってる時って全てが自分の支柱じゃないですか。はいはい、だから あれをちょっと楽しんでる自分みたいなところもあって、そういう意味でゆる言語学ラジオとか、割とその運営体制がこう完全にその僕のワントップ独裁みたいな、うん、感じになってしまっていたんですけど、これ、よくないんですよ、やっぱ、うん、組織としては、完全によくなくて、関わる人をこうもっとたくさん増やした方がいいんですけど。だし、堀本さんのね、職所から少しずつ手放していった方が、<う>普通は経口率上いいですよね。そうですね頭おかしい 働き方結構知ってますから。うん、働き方改革とはみたいな。うん、1>, 1日18時間働いたりしてたんで。<laughs> サイトリリースの時とかね。<laughs> とかね、この間のポッドキャストウィークエンドの後とか、ね。そうね、あの後編集してましたもんね。<laughs> 気持ち悪いなと思って見てました <laughs> ポッドキャストウィークエンドで朝7時からさ、夜12時までいやイベントのことやった後に、さーてこっから編集するぞ <laughs> <laughs> 午前4時までやってました、ね。<laughs> いや、すごいね。すごいね。 怖すぎ <laughs> やりたいんですよやっぱそう,うそういうめちゃくちゃなことやりたいんですよ朝7時から夜12時まで働いた後に動画編集4時間とか結構やりたいやりたいタイプなんですよねはい珍しいねまあみたいなことを結構やってたんだけどやっぱそれ不健全なのでであのもう一個理由があってこれやりたい理由はスキル貧乏症っていうのプラスもう一個あるのはその人に関わってもらうとさ気楽に舵取りやめられないじゃん かじ取,取り変えられないじゃん、だからまあ、極論じゃ正社員を100人雇っている会社の社長って、業務飽きたからって会社畳めないじゃないですか、なるほどね従業員の生活かかってんだよっていう話になるわけで、それめっちゃ嫌になったときに全部やめ,められる状態でありたいみたいな、はい、身一つでやっぱありたいっていう欲求があって、これまでの堀本さんの人生はそうでしたもんね、うん、飽きたものをすぐ畳むっていうことの繰り返しでしたよね。<laughs> 完全にそうです っていうことがあったせいで、まあ、ここ数ヶ月、こうそのめちゃくちゃな労働をしたりしてたんですけど、うん、やっぱりくないし、ちょっといろいろ自分の人生を見直したときにです、ね、僕、本当にこのゆるゲンゴラジオのフォーマットは大好きだし、うんまあ、こうやって喋るのも好きだし、これ、たぶんずっとやるなと。はあはあ、一生かは分かんないですけど、うん、少なくとも向こう10年、20年はたぶんやるんじゃないかと。はいはい 嬉しいですねそれ、えー、覚悟ができてきましてうんそれ言えよ俺にすぐ最初に言えよ <laughs> いやだからさっき言おうかと思ったんだよ <laughs> あそれだったんだあそうそうそれそうれそれあなるほど、ねそ。そういうこと最近考えてましたよっていうへえああそれはね始めたての時とかちょっとええー、リスナーさんが増えた時期には言ってはなかったですねそうだからいつバックレてもいいですよっていうスタンスでしたもんねぶそう僕もいつぶ るかかんないし水野さんもいつバックレてもいいっすよみたいななんかその気楽でいこうぜみたいな特例のことを堀本さん全体的に肯定してましたもんねそれが正しいその流動性を高めることこそが精神性上優位っていうスタンスでしたよねそうです今でもあんまり雇用契約とか好きじゃないんですけど流動性を低くすることはあんまり正しくないんじゃないかっていう哲学はあるんですけどそれはそれとして僕個人の流動性は別に落としてもいいなと思っていてだからそれはあの このフォーマット本当に好きだし、うん、こうやってラジオやるのも好きだし、まあ、これずっとやるでしょうっていう見込みがある程度できたから関わってもらう人をまあなんとなく増やしていけてもいいなと <laughs> なんかあれだねあの結婚みたいですねあの <laughs> もうこの人に決めたっつってマイフォーム買うみたいな <laughs> 身持ちが硬くなったんですか、まあ、みたいなことでしょうね何<ー>か何一つ荷物を背負いたくないみたいなところからある程度こうそうだねいつばっくれてもいいっていのは言ってみれば結婚する前ですよね そうね、自由恋愛と同じ、ね、ちょっと待ってね、なんか、例えがよ,っよくないの、なんか、<laughs> めっちゃ間違えてるてほら、またゆる BL ラジオって言われ <laughs> 違うんだよな、そういうつもりじゃないんだけど、<laughs> なんか今、分かりやすい例えが、<laughs> 手元に出てきてしまったのがそれで、<laughs> まあまあ、そういうことです、そういうこと、流動性をまあ、まあ、まあでもそういうことですね。ねはははいはい、はい いやまあだからみたいなことを、まあ、あの僕が勝手に割と考えてる節はあって、うん、なんかその辺水野さんともこうすり合わせというか、うん、今後どうしていくか問題みたいなのはがっつり話し合う時間が必要ですよっていう話をさっき言おうと思ってて。うん <laughs> なんかでもエモい話だなこれってなって取っとこってなっちゃったさっき牛タン食いながらこの話今牛タン食いながらするべき話じゃないなってなっちゃった僕も止めましたからねなんかそういう関係ありそうじゃないこのあにみたいなこと言ってねそうそうそうじゃあそうかあ嬉しいですねそっか堀本さんがちょっと改心したというか考えが変わったっていうことですか助数詞がね任に変わりましたタイからそれはなんていうんですか今まで感じたことない新しい手応えですよねそうだねね へえそうかいやそなんかそれはそ,のそう言っていただけるんだったら僕はその気持ちに応えたいというか、うん、極力突然飽きたんでやめますみたいなことを <laughs> あの言わないようにしたいですし本当っすか、うん、いやそうだから水野さんにそれは何も聞いてないから、はい、これは僕が勝手にここ1週間で考えたことであってはい、はい、別に水野さんどう思ってますっていう話は改めてしないといけないことなんだけどあれだなあの 数字を求めなくていいんだったらもう別にいくらでもやりますそれはっていう感じですずっとクオリティを保ち続けてって言われるといつか無理をきたすかもしれないですけど、うん、究極ね、うん、それこそもあのリサーチするの飽きましたみたいな普通に読みたい本読んで月に1回とか会って、うん、バーって8本とかわけわかんない要は雑談会ですよね全然わけわかんない話ずっとして、うん、っていうポッドキャストを だらだらと続けるみたいな形だったら全然別に僕もそのえ5年10年って言ってました、うん、10年20年、ね、10年20年かまあ別に全然見えますよね、うん、こんなにその属性が近いというかさねその相性がいい相方なかなかいないと思うのでいや嬉しいよかったそれは全然そのリサーチの熱量とか「ああああイルゲンゴワクラジオ」っていう今までやってたことっていうのは結構僕その瞬間風速的な馬力もあって出してた部分もあったから これがその持続可能性があるかわからないけど雑談だったらずっとできると思いますね。そうだよね。だって飯食ってってずっとこんな話しながからさ、<laughs> いけるでしょ。そうだよね。うん、そうなんよ。なんか、ああ、そうだね。ああ、見えたわ。うん、あの、もう、ユーザーがすごい離れていってもさ、うん、なんか、なんかその、 おもろいなこれって我々が喋ってるやつにある程度なんかついてくる人だけをターゲットにして喋ってたらそれはそれで幸せなことですよね。そそううってかねそれこそさ今のポッドキャスト界隈でここまで。 ね、それこそ例えばサポーターコミュニティの方が、え、サポーターコミュニティがまずあってさ、それなりの人数、それなりの人数って今なんか雑な言い方千人、めちゃめちゃいるんで、千五百以上いるですよね。っていうコミュニティがあって、ってなって、究極ね、それちょっと僕うっすら考えてたんですけど、なんかすり減ったら、もうサポーターコミュニティにずっと出し続ければいいじゃんっていうの思ったんですよ。別に一般公開するメリットと、別にその一般公開をしない メリット比較考慮したときに、うん、あれだけの人数の方が、その僕らの例えばわけわかんない話ずっとだらだらしてるものだけで喜んでくれるんだったら、うん、究極別にもうこのチャンネル自体は畳んで、うん、サポーター、コミュニティ向けに、うんね、ずっと限定のコンテンツを垂れ流し続けるでも別にいいかなと思うんですよね。あーあー、そうですね。だからなんかえげつない炎上したとかさ、めっちゃ怒られたとか、ねね、なんか例えばその。 僕はずっと考えてるんですけどその言語学者の方がこういうコンテンツがむしろ勘弁してくれと、うん、なんかどちらかというと悪い影響の方が大きいっていうことを、うん、例えば、うんえー、言語学者の方の投票をしたら過半数がそう言ったみたいなことがあったら僕はその基本的にその言語学に対して良かれと思ってやってる節も若干あるから、うん、その言語学側がそれが嫌だとか迷惑だってことになれば畳んで 畳んでというか、うん、とは言えるその求めてるお客さんはいることは、うん、そうですわかるから、うんうん、じゃあ別にその限定公開っていう形でも別にいいかなと思うし、うんあんだけ人数いたらね、そうだね。それだけで実装するよね、多分。でもなんかそれやっぱ寂しいとこでもあるよね。もしそうなってしまったらって想像するとちょっと寂しいなってきまするよねそあ。そうですか。僕はあんま寂しくない。本当？ですね。<当>まあそれはもしかしたらその同質的な空間の中にいる。 快感ななのかもしれないですけどでもさああんな濃いさ、うん、僕ら応援してくれる人が1000人超えてるってだけで別にもう十分幸運だからまあまあそうで,す、ね、でそれは実はくしくも僕が、えー、っとこの1年間で獲得したいと言ってたリスナーさんの数でもあるわけだからだから別にその人数そのさすごく応援してくれる人がいる、うん、毎月ね1000円払ってるんだよ、うんうん、どうかしてるよそれ <laughs> ね兄さんに積み立てろよっていうね、話ですからもう、インフレ起きてるんだよ、<laughs> 今、状況の中で1000円ね以上払ってくださってる方がいるわけだから、うん、まあ、究極、別にそれでもいい。うん、てか、それは一番サステナブルですよね、そうだね、サステナブルで最小限だなーっていう気は、それはちょっとうっすら僕も考えていました、あの、別になんか、あのなんだ、サポートしてない人を脅したいわけでは全くない直近でそうするとかっていう話じゃないですよ、全然。うんうん だか単純にその思考実験としてそういう方向性もあるかなと思ったっていうわけですね。なんかさ、うん、最近よく考えてることがあってうん、うん、主観的な幸福度と人間の不合理さの話をよく考えていて僕は人生における最大に最も重要な KPI は幸福度だと思うんですよ。はい、主観的な幸福度、うん それを最大化することが正しいことだと信じているんですけど、はい、一方でここ12年の僕は全くそれをやってなくて個人的な幸福度最大の時はさっき言った23年前ぐらいの,その週5日ぐらいほとんど本読んでコーヒーを飲んで暮らす、うん、暮らしが幸福度最大で、はい、まあ働かないことがやっぱ幸福だったわけですよね。はい 1> ここ1、2年、やっぱそのなんかはちゃめちゃなことやったろみたいな、ポッドキャストウィークエンドの後動画編集4時間するの楽しいなみたいな感じもあって、なんかね、多分、不合理さとして僕持ってるのは、めちゃめちゃなんかストレスかかる環境が割と好きなんですよ、多分。それそ、れ結局僕がインターネット好きな理由と一緒なんですよはい、はい。インターネットやってると不快なことばっかりで。あのー あのそれこそねゆる言語学ラジオでエゴさしてたら、はい、4日ぐらい前に「ほんとゆる言語学ラジオの堀本不快だわ」って言って「<laughs> 頼むから死んでくれ堀本」って連続で12連追ぐらいしてる人がいてはい、はい、こんなに俺の死を望む人いるのか <laughs> <laughs> な,るほどなんかねそのかすごい不快だな,なっていう嫌、うん、だな嫌な気持ちになるな辛いですよね。思う一方でなんかそれはなんだろうなその、まあ、僕がド M なのかもしれないですけど、はい、なんかインターネットという広い言論の場にコンテンツを放っているから発生し得ることでなんかこのストレスは健康にいい気がするなというかは<ー>人生にいい気がするって思ったんですよね。はははいはい、はい あのほらサマセット・モームがさ「一、はい、日に3つだけ嫌なことをするのはあなたの魂のために良い」って書いてると思うんですけど「エアアップ」<laughs> はい「月とロックペンス」の作者のね、はい、<laughs> 多分書いてるはずなんですけど、はい、でもそれ,それじゃないですか多分。 僕コーヒー飲みながら週5本読んでノートを週に1本書くだけの暮らしをしてるときは1日に3つ嫌なことなかったんですよでも今1日に10個ぐらい嫌なことやっぱありますけどなんかそれがインターネットで何かを出していくということだし美しいことなんじゃないかなと思いますねダニエル・カーネマンとオリヴィエ・シボニーとキャス・サンスティンの「ノイズ」っていう新刊読みました読んでないんですよ話題では読んでるんですけど僕ね同じこと思ってそうなときにそう あの本って、えー、要は人の判断ってのにはバイアスとノイズ、うん、これはそれぞれ独立で廃判なんですけどうん、うん、別の要因で、えー、と要は、えー、正しい正解からずれることがあるとバイアスってのは例えばですけどアーチェリーでね、うん、矢を狙うじゃないですか、うん、その時に右下にめっちゃ偏っちゃうみたいな<ー>一方向に対して働くやつが、えー、バイアス、うん、そノイズってのは真ん中を狙うとするんだけど 絶妙にずれちゃう,うん、うん、これがノイズうん、うん、でこの2種類が、まあえー、と人の判断にはかかってしまうと例えばなんですけど、えー、裁判官が、うん、じゃあ量刑をしますと、うん、その時にその裁判官によって めちゃくちゃズレが起きちゃうし<ー>裁判官が同じ罪状のものを例えばその忘れた後に出されると全然違う判断をすると同じ罪状で1回目の時に「はいじゃあこれ懲役5年ね」って言った後に忘れて、うん、もう一回言われたらこの人の場合懲役20年ぐらいじゃないですか<ー>みたいなとてつもないズレを起こしちゃうとだそれはノイズってことですよねこれはえー、とね パターンノイズあ、えーっと、その人によるやつだから、そうなんかめっちゃ場合分けしてさせて、僕もだいぶ忘れてるんですけど、えー、機械ノイズあ、違うな。<笑><笑>これはノイズです。あるある同じ人がやっちゃうやつはノイズですね。はいはいうん、だからバイアスっていうのは,は、同じ人がバイアスもあることもある。例えば黒人に対して重く量刑しちゃうのはバイアスなんですけど、ノイズっていうのはそのその時によって違うやつです、ねかかまあ、だから、その親子のネタに異常に弱い人みたいな、母の愛に異常に弱い人みたいなのがバイアスってことだよねそうですね。うん でその中で、えーとえー、面接、うん、人事面接採用面接のところがあるんですけど採用面接ってめっちゃそのノイズもバイアスもかかるんですよ。どういうノイズ、えー、と偏りが一番激しいかっていうと、うん、第一印象ででほぼ決まるんですね面接官が来てその第一印象を受けてそれに好感を持つと好感、うん、を補強する質問しかしなくなるんですね。ねはははいいい逆に 第一印象が悪い人に対してはその悪い第一印象を補強する質問を続けてしまうので、うん、結果的に第一印象が形成されて、うん、そこからほぼずれることなく面接っていうのは終わってしまって判断を下されるとへえなるほどでここからが肝なんですけど、うん、これって減らす方法あるんですよおバイアスを減らすバ,バイアスもノイズも減らす方法はあって例えばなんですけど一人一人が別項目、うんえー、例えば その人のの人社交性っていうのは A さんが判でじゃあ、えー、と次の人は全然別の能力を判断しますみたいな風にしてその後に最後で統合するつまり、うん、一個一個の評価をした後におのおので最後にディスカッションするみたいな形っていうのもあるっちゃあるんですようん、うん、でそれはただ、えー、と嫌うんですね多くの人が機械的に過ぎるともっと面接で<ー>要はそれって社交性を決める っってていう担当の人ってアンケートになるんですよそうです、ね、結果的にうん、うん、それはその対話にならなくって寸、うん、くその人の話を聞いて採点するっていうだけに終始するので <laughs>、ねうん、機械的すぎるとうん、うん、ここから導き出される結論っていうのは人は仮に不合理でも、うん、そのひ例えば目の前の人と対話をして不合理な決断を下した方が人情的だと感じてしまうっていうことなんですね。おーあ でいい話だなるほどそ<う>だからつまり判断ってのを正しくしようと思うってうのは非常に非人情的だと感じるので、うん、不合理な判断の方を好んでしまうっていう話が出てきたんですね。あでもあるよねそういう時そう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 あるよねそういう時これが合理的だなんかさそれデータであるじゃん多分面接の話とかって、はい、多分実験いっぱいあって、うん、えっと統計的に正しく優れた人を選び抜くには計算能力とか。 単純な情報処理能力だけを測った方がよくて面接はやる必要ないっていう統計データがあるのにみんな無視して面接をやってるじゃなけですかですよだからそれこそカーネマンとかの研究チームにコンサルティングに行って、うん、社会科学的にはこういうふうな面接こういうふうな意思決定が正しいですよっていうことは。うんうん オープンアクセスできる、誰でも別にアクセスできるんですけど、ね、じゃあ採用するかというと、そうしないと。だから、アルゴリズム的に決めるものっていうのは正しくても人は採用できないんですね。っていう話が出てきて、それはその堀本さんが言ってた、不合理なんだけどそれを好んでしまうことと一緒だと思うんですよ、ね、ね、構造は結局だから、人って仮に主観的に幸福度を上げたいと思っていても、じゃあその流れとして合理的な判断っていうのをちゃんとできるかっていうと、 できないんだっていう,う、ね、こととかが <laughs> まあそのノイズっていう本から僕は抽象して得た話で難しいなと人の合理性と幸福度っていうのは難しいなってすごくその時に思ったんですよねっていうのを堀本さんの話聞いてすごい思ってめっちゃそうだね <laughs> めっちゃそうだしあのー、この話あれだわ今度の収録でしようと思ってた話ど <laughs> まあ先どっていうと <laughs> <laughs> はいえっと 僕はななぜ小屋で暮らすようにっっったかってて本があって、うん、これめっちゃ面白い本というかあのいやあんまり面白くない本なんだけどめっちゃ面白いんですよ、ねはい、それはひたすら鉄塔鉄尾自分のことしか書いてなくて、うん、その人の本は全く外を向いてないんですよ、ねはいはい、だからまあエンタメ性という意味では割とゼロに近いんですけど、うん、僕はめっちゃ好きでこれはあの「よすて人」みたいな 山奥に一人人でで小屋を建て暮らすすの人そうですねもう現代版ソロ、うん、超インテリの東大で哲学、はい、あす、高村智也さんっていう「ね太郎さん」っていう名前でインターネットで有名な方が書いてる本なんですけど東大の終始まで哲学で出たのかな、うん、で博士慶應の哲学やって途中退学かなんかだと思うんですけどはい、はい、彼は書いてるんですよね。昔 死の視点を手に入れてしまったと。です、うん。です。えみんなは目の前に見えてると、景色が。うん、で、なんか分かんないけど、これ、うまいもん食いたいとか、うん、なんかそういう,こう人から尊敬されたいみたいな、生の視点で生活してる、一人称視点で生活してるよねと。でも、上から見る視点、死の視点っていうのが自分の中にあると。 地球が何十億年後にはもうないんだから、うん、何やってても無駄じゃんっていうまあ中二病的な発想、はい、これみんななんとなく発想としては持ってるんだけど自分は視点としても獲得してしまったと、うん、でだからこの視点を獲得してしまったら一旦それを捨ててもう一回正の視点に戻ろうと頑張るのが普通であろうと、はい、そうじゃないと何も虚しくて何もできないから、うん、でも彼はそれを欺慢に感じてしまったらしいんですよねはい、はい、だから 論理的に整合性が取れた正しい視点を自分の中に確保して生活したい欺瞞から逃れたいで、欲求が最大にあった結果生、うん、の視点と死の視点を統合した視点を持ちたくて、はい、それは何になるのかっていうと一生懸命社会生活が送れないんですよ、うん、死の視点を持っているからはい、はい、今地球が何十億年後に亡くなっていることを考えると何もやることないから、はい、で結果それを統合すると、えー、死んだように生きるしかなくて。うん 山奥に小屋を建てて日々畑を耕しながら、うん、なんとなく暮らすっていうこと夢中で交友関係に何かあの,のめり込むこともなく仕事にのめり込むこともなく暮らすっていうのが、うん、彼の叩き出した唯一の回では<ー>でもその論理構造を追っていくとどうも正しいっぽいんですよ、うん、だからそう完全にを感じる説得力はあ、まあ、もうそうですめちゃめちゃドインテリだしはい、はい、哲学マジでやってる人なんで。 だかからなんか論理的に整合性の取れた行動をし続けるとこうなるんだな最終的に寄せ人になって山に小屋立建て出すしかないんだなっていうのが感じられる本なんですよこれは,、うん、はいはいはい俺も聞いててさ、うん、ずっとさ一、うん、人の人の顔が浮かぶのよ、うん、誰ですか樋口さん。古典湯の湯の湯の湯さん完全にそうじゃないっていうあの、うん、それはちょっと今別にこの ブロードキャストで話すことでもないので樋、はい、口さんに今度それは聞いてみたいですけど、うん、あの人とか完全にそうだなって今思いましたねしますね分か,分かる分かる分かる正の視点と死の視点を統合しようとしてるめちゃくちゃタナトスを感じるんですよね樋 <laughs> 口さんからねまあまあいいとしてはいはい、うん、あそうだから何が言いたかったかというと合理的合理的であることって案外その悪いんじゃないかってことですよねその僕らは割とこう頭でっかちな人間で <laughs> <laughs> はい 自分は合理的な人間だと思ってるんだけどでも意外と合理を突き詰めていくとそうなっちゃうから、うん、だから不合理な自分を受け入れていった方が良いんじゃないか人生的にっていう気しますねだから合理性を突き詰めると不幸になるっていう話ですねそ,<う>そのさっきの、ね、ノイズ、うん、でノイズを廃するための話とかもそうですけど、うん、合理性って突き詰めると窮屈になるからそうだ、ね、中途半端に不合理ぐらいの方が実はいいんだっていうことを あのそう書いてないけど、うん、僕は読み取りましたノイズからはそうだねそうだから僕もその僕はなぜ小屋で暮らすようになったかから、はい、読み取ったのそれなんですか<ー>書いてないんですけど <laughs> はいはいはい同じメッセージを読み取ってましたそうだからちょっと僕らね若干合理性の奴隷になってる部分もあるというか合理的に生きなんかあれだねああんか今ね新しい言葉が出てきたんですけどなんだいそのこの現代の人生の生活を、うん ハックしたい欲望みたいなのがちょっとあるというかなんか一番俺が効率よく生,生きてるんだみたいななんかそういう気持ちってありませんかあ<る>欲望みたいなんか俺が一番実はいい生き方してるんだっていうなんかよくわからない気持ちがあってうん、うん、だけど本当はそうじゃないんでしょうねそのだから実は別にそ,れそうやって生きてることこそが不器用うそうだねうなっ、ね、何の話してんのマジでこれ <laughs> 誰が聞いてんのこれ, <laughs> あれこれね今3200人聞いてます。<し> <laughs> やめよう、この話あの、ね、僕もね、10分前ぐらいからそう思いながら喋り続けてた。僕もそう思ってました。<laughs> あのうわ、なんか、生きてるぞ、これみたいな。これ、やばいな、だいぶやばい。きいなって。きし,いいうきしい話してるなーって思いながらずっと喋っちゃった。なんか、ちょトイレ行っていいなと思う中ですげえ恥ずかしいわわ、トイレ行きますか、<わ>了<解>マジでここの話嫌やわこんなもう11時じゃん、ほんで。ね、ちょっとスパチャ読んでようかな、じゃあ。 えー、帝国さん、もっとイビピって生きねば。いや、そういうことですよ。イビピーよが、イビピーが足りないよね。やっぱそういう、死の視点を統合するみたいなさ、頭でっかちの話は。あ、みんなトイレ行ってる。<laughs> 俺もトイレ行こうって言ってる。あ、面白いよって言ってくれてる。ありがとうございます。えー、多分、だいぶ前のスパチャ読んでるけど、白長瀬さん、今こそ酒代を投げるとき。なんかあれかな話盛り上がってきた時期あたりかな。 ちょっとあれだな。スパチャ追えないな。でもあれですね。あ、帝国さんがめっちゃ連投してくれてるんだ過激なアンチには、ティンベイとローチン大っていうね、スパチャが来てますね。そうっすね。やっぱさ、堀本死んでーみたいなものをエゴサで発見したときは、やっぱこう、ティンベイで刺し、ローチンで守る。あれ逆かどっちだっけ槍どっちだローチンが槍か。だから、ティンベイで受け、ローチンで刺す。を、やっぱやらないといけないですよね。 あと受賞おめでとうございますが夜でも来ますね。素晴らしい。えそろそろタクシー代ですってことで。あらやさん、ありがとうございます。タクシー代ね。もう、タクシーかな。水野さんは帰れないかな <laughs>。これなんか毎回こうなってない <laughs> こないだも結局さ、2時間でちゃんと終わりますみたいなさ、こと言って、忘年会ライブの時もさ、ずっと言ってたのに。 結果バチバチに終電逃してましたもんねそう徒歩待ち完全に徒歩待ちですよね一晩中ライブしてほしいって声が来ておりますするわけないやろ <laughs> 水掘り本が売ってるコミケはいつから行われますかすぐ座って BL, BL に持っていこうとする すまませせんお待たしあのー、何の話しようとしてたんだっけ非常に不適格な提案をするんですけどはい、うん、酒開けていいですか、はい、やっちゃいます <laughs> やっちゃうちょっと待っていてくださいねん。<laughs> す先ません。<laughs> <laughs> <laughs> じゃああれあのあ冷蔵庫の下開けてもらえば多分いっぱい差し入れでこの間もらったビールとかが大量に入ってます AK チェインさんありがとうございます人生初スパチャ投げちゃうということでありがとうございます人生初スパチャがいただけてるありがとうございますどちらかというと軽いものかな,なでも全然ごつくてもいいっすよ何でも何でも大丈夫お好きなもんであそれはあれですねドンテンさんがだいぶ前に バレンタインギフトで投げてくれたやつの残りですねいろいろなサポーターからいろいろなサポーターからいろいろなものがね送られてきてありがたいですねありがとうございますあちなみにあれもあるよタンブラーグッズタンブラーもあるよああじゃそれでいいその2人が笑ってるマグの横にあるやつが僕がさっきまで使ってたやつで上にあるやつは洗ってあるやつなんでそれでいこう あそそう、それ使ってたやつ、俺、ねね、あー、ざすあないかも。さすが持っ,てるっす。せんぬきいつも持ち歩いてんのすごいわ。あと、普通に会話してるけど、これ、水野さんのセリフが入ってないから、僕が補わないといけないやつだ。あの、線抜きを水野さんは持ち歩いてるそうです。いつ目の。前にビ,ンビールが現れるかんかんないんでね <laughs> 人生においてね、ビンビールいつ出るかはね、もうランダム性ですからね、完全に。そうなんですよ。 じゃあボッペンさんいただきます、これ、大山、ね、ジービールの,、ね、あのバレンタインブラック、僕は飲んだことないんですけど、お素晴らしい、うまそう、そう黒ビール、黒,ね、黒ビールってこと、ね、黒いですね、うん、インペリアルスタートなんで9%あります、いいね、大山ジービールはね、本当全部うまいんでね、多分これも美味しいでしょう、嬉しい、ここに書くことを考えてたらメタモンになって遅くなりました、受賞おめでとうございます、水野倉さん、ありがとうございます。 すっと出して、それ。二時間、二時間、も考えてますよね。出たもん。考えすぎて、一周回ってね。一周回ってめちゃくちゃシンプルな。そうそうそう、あれ、あの、あれ。あそこが。この裏ね。四角に入ってた。失礼しました。あざす。あざっす。ええ、タンブラーな。サポーターの皆さんにな、デザインしてもらおうって。ありがたい。幸せもんやで、本当に。なんで関西人?。エッセ関西人やめなさい。なあ、もう、ほんまに。 言うとおりますけどお二人の祝いに初めてのスパチャを捧げます初スパチャの人が結構多いですねありがたいですねすすいけます、うん、うめ味ん。美味しいあ、ね、めちゃめちゃ焙煎バクガのあーローストコンがありますね美味しいありがとうありがとうございますどんてんさん <laughs> おごちそうさまですそうか あもう1か月経つのはバレンタインから保存しちゃいましたね、結構。なんならホワイトデーですね。うん。ああ、うめえ。ふ<う>ふ一通ぅ。ひと通り話したんだっけなんか、うん、開けたけどな。話したなとりあえずビールが。<laughs> ひと通り話したか。勢いで話した。結局さ、あれなんだよね、そのいいさ。 テーマを投げかけないと会話がスタートしないんですよね。あれだね、適切なインプットを与えればいいんだな福田先生に水野さんが言ってたことでおなじみのそうか、適切なインプットを与えればいいんだな失礼ですよね、研究者の先生に本当ね。福田先生の懐が広いから成り立ってますけどね。あれね、怒られててもおかしくないです。実は怒られますよ、本当に。すみません。先生ごめんなさい、本当に。それこそさ、変な話さ。スパチャーをさ。 なんか今まで反応してなさすぎたからさスパチャにリアクションとかすればいいスパチャじゃないですか悲しいお知らせなんだけどスパチャをこうある程度しか遡れないんだよねあそっかそっか使用上なんかあんまりこういうのって好きじゃないですけどこういうの話してほしいみたいなこととかがねあればそういうのいただければ今ちょうど僕らあの饒舌な僕らが今ね完全に喋ることなくなっているなきゃもう終わりましょうビールだけあげてねもろて。 んかじゃあ無理やりひねり出すとさ丸一年ちょいやって、うん、ポッドキャストアワードという、まあ、大きな目標がとりあえず終わったわけじゃないですか。はいまあ、そうだねその環境においてその水野さんのモチベはどこにあるかというか <laughs> なんかねこれもだから本当は二人で話そうと思ったことなのよ。ライブじゃなくて、はい、後日 こうやりましょうみたいなあのそれこそ今度ちょっとしたこうプチ色を会というかさ編集スタッフ入ってくれて大くんとかと一緒にプチ色を会やりましょうみたいな話してたじゃんその前とかでやろうかなと思ってた話ごめん,んじゃあ今全然無理やり喋ることないからライブでちょっと喋ろうかなと思って、うん、だからなんかさそのそう僕は水野さんにね感謝してるんですよめっちゃ。<laughs> 酔って、酔ってライブ配信でこの話を延々するそんなキャラだっけれ普段だったらね、あれですよ、カメラ回ってないときだったら、いや、水野さん、本当利用価値がありますね、本当にって言われてまし言ってないそんな悪意的なこと言わないで、違う違う、そんなこと言ってないけど、本当利用価値があって、年下のくせにまあまあやりますねとか言われてました言ってない、言ってない。なんかさ本の 本の反則とかさ、やったじゃん、インテリ悪口本、これから出ますよみたいな時とか、あれも衝撃なんですけど、皆さん、あれ、水野さんが言い出してるんですよ、パブを。から、そう、本売るための企画、ちょっと考えたんでやりましょうみたいな。あれか、OED の悪口、違うの2回やったか、OED の悪口に使えそうなネタだけを集めた単語の回っていうのをやって、 その後にに発売直前にもっかいやったそうインテリ悪口パビリオンみたいな回やったなやったな,ったなそっかそっかはいはいそうあれとかもさ、まあ、言うたら僕はちょっと遠慮してるというか、うん、なんかそのダサいじゃんその特権を利用しようみたいなはははいはい、はいなん,かなんか僕本出すんでちょっと反則していいっすかみたいなこと言い出すの、うん、っかっこ悪いなんかかっこ悪いなと思って俺にもそれ思ってのちょっと遠慮してるそう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 ゆえよちょっとやっぱ遠慮しちゃうゃんん <laughs> そうなんよやっぱそ,そういうとこあるからちょっと。うん なんかこう絶望から人を救ってくれるのはね、プライドだもんね、<laughs> やっぱりや恥ずかしい、いじられ、名言いじられしてる、<laughs> <laughs> そう、まあ、みたいなところでちょっとやっぱあってさ、うん、だからなんか、言い出しにくいなーっていうところがあるんだけど、うん、やっぱ水野さんがめっちゃそれを言い出してくれるわけですよ、うん、なんか、これもさのこの新刊、今度、あのー、パブ効果あると思うんで、こういう企画やりましょうみたいなことをさ、言い出してくれて、なんか、なんていい人なんだろう <laughs> なんかやっぱあれだよね、水野さん、人のことを常に考えて行動してる感じがあるというか、<laughs> あー、のがね、嬉しすぎて、僕は水野さんにもっとこう、感謝しつつ、うん、何かこう、お返しをした方がいいんじゃないかっていうのを、常時思っていて、最近、へえ<ー>感謝が止まらないんですよ。肩こりひどいで、ね、肩もんでもらっていいですか、<laughs> じゃあ、<laughs> ちょっと肩もんどけ、<laughs> <laughs> ひたすら、四六時中、後ろをついてもらって、肩もん。<laughs> <laughs> 不審者や,ん <laughs> いやでもねこれ,これだからさその別に冗談で言ってるわけじゃなくてはい、はい、結構本当にそうでさ「<laughs> エモテ感大です」って <laughs> <laughs> 前回もね。<laughs> ね何こいつエモナイトとか言われてましたね。そうだからなん,かなんかそこもね上手な形をもうちょっと探った方がいいなというかはい、はい、僕は水野さんにこう。 恩返しができてないなっていう感じがあってそんなことないけどな別にだから僕だって一人じゃ見れなかった景色見せてもらってますからもう,うんそれだけでも全然ねそう言ってくれるけどね,よくね僕はあれですもん何か結局その堀本さんの才能を輝かすためのあだなでしかないんで <laughs> 別に <laughs> <laughs> 堀本さんがそれで本が売れたり露出が高まってるのは別にそれ,でそ,れでそれでいいです僕はなんか,なん,かなんかそういうとこあるよね水野さんそのさ、ね、バキバキに能力が高いというかさ高くないよそ<の>別にでとのなんか スターダムにこう、行こうと思えば行けそうな感じがすごいあるのに、それをこう、遠慮してる感じが。やめてめめて <laughs> いや、ないないない、別に。そんな。これダメだよ。<い>ひどいな、さっ <laughs> 今日ひどいな。これね、ひどいよ。明日見返したら、うわ、うん、きついでしょうね。きついな、このライバルってなるよ。<laughs> 慣れ合っててさ。これ、俺、はい、嫌いなやつだわ、多分。うん、そ,そうでしょうね、うん。僕も嫌ですよ。僕も、ちょっとしか好きじゃないコンテンツがこれだったら嫌ですもん。うん、いやー、ちょっと、ちょっとやばいな。うん でもねあのからちょっとだから一旦この話は終わらせるとしてはい、はい、でもまああの後日これはやりたいっすそうですね追っ,追ってなんかこうどうしたら僕はもっと水野さんにこう恩返しができるのかみたいな会議はねしたいっすね別にいいけどな <laughs> 別にもう十分ですもんもう えー、こうしてさそ,のそれこそさ受賞会場とかに行ってさ聞いてますとかって言ってもらえてさ、うん、別に僕一人でこの番組絶対始められなかったし一人語りじゃこんなふうになってないわけでうそういうねもう今後も仲良くしていくチーンを得ただけでチーンね音を知るのあのチーンね、うん、を得ただけで、はい、もう別に僕は大満足ですよ嬉しい嬉しいやっぱちょっとやろうぜこれずっとやりましょうずっとやろうぜうーん そうっす、ね、いやあのね <laughs> あれなのよ僕だからその堀本さんのコンテンツを見てた時とかも、うん、僕の感性を言葉にしてくれる人だと思ったからこんなに応援してるわけでうんああ嬉しいですね共感してくれてるというか、うん、<ー>僕をもうちょっと性格悪くしたらこうかなみたいなみそ <laughs> <laughs> さんも性格悪いと思うんだけどな同じだと思うんだけどなそこ同じだと思うけどね僕はちょっと全然ないですね <laughs> の誰の話してるかわかんないですけどそう それこそ、ね、だから堀本さんが褒められてるのって僕が褒められた感覚があるんですよ。僕が褒められてるかか<ー>だからその例えば堀本さんの本が売れる、うん、その僕はゆるゲンゴクラジオとしてではなくその単純に堀本さんの個人の活動自体も応援してるんですけどそれはその、うん、堀本さんの感性が世に認められることっていうのはある程度自分の感性がこう世の中とチューニング化されることっていう。 なんか変な同一子があるので。 だから別にそれをこうわざわざ取り立ててお礼を言われるとかしなくても別にいいです僕は。え,えどうやったら水野さんが育つんですか。なんかこれ子育てしてる人がめっちゃ知りたいと思う。<laughs> いやいやいや,いや,いやこんなこんないい子に育てたいって思ってるはずなん。今世の世のお母さんお父さんはなってねえだろう別に。うちの息子をこいつにしたいって思ってるはずなんですよ。いや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 。親にだいぶ苦労かけましたよ僕だって。全然別にそんな親孝行でも <laughs> <に>親高校でもないし僕そう,そうかな。地元捨てちゃいましたし。最近規制してないし。<laughs> そうね。お母さんごめん。お父さんごめん。お親。 僕あんんましてないわごめん本当にだいぶ愛情もらって育ったけどごめんそれはエビせもらったのね <laughs> やっぱねサプライズで下北来ちゃうご両親のにね翌日さ親父からさ、うん、その明日なんかちょっと時間取れないみたいなことを言われたんすよ、うん、ああそうなんだあのたはそうで、うん、僕もだいぶ帰省してなくてだいぶご無沙汰だったのでちょっといけるかもしんないと、うん、ただまあそのサポーターコミュニティの イベントがあったりとか打ち合わせとかがあったりしたんで家からは離れられないなと思ってそのちょっと行けるか分かんないわみたいなでバタバタしてたんでちょっと玉むしろの回答してし,したんですけど起きたらめっちゃ払いたくて <laughs> <laughs> はいはい、はい、ああ言ってたね <laughs> 払いたいってすんげえ払いたくてちょっとなんなら寒気してその,そ,うそのせいでだから親から連絡を受けたんですけどちょっとなんか見てたらめっちゃ嫌なんだけどその。 変なな心配かけるなと思ってあそ、ね、このタイミングでこういう状況あま,あまあまあそうだねそうだからごめん忙しいから無理そうみたいなこと言ってちょっと結局親と会わなくって親孝行の嘘じゃんホワイトライじゃんそしたら、うん、分かったっつってあ、うん、きるの行ってえっ文京堂いっとって <laughs> おゆる言語学ラジオの聖地として有名な。 キの文堂さんですねそのあそこまでわざわざ行って文京堂だけ行って帰るみたいな <laughs> わけわかんないすごいな予定を組んでて、うん、だ親も親だね本当 <laughs> いい親だ何の話だこれマジでいや,い,やこいやでもやっぱ <laughs> いや違う違うやっぱ愛情を持って育てられるとこう思いやりのある息子に育ち思いやりのあるこう大人になってからもやり取りをしますよっていうこれは非常に意味のあるしさ ですよねこれはなんで俺、親のこと褒めてんの <laughs> こんな3000人、2900人の前で、嫌だな、そうですね。してんだろう、本当、対面で伝えればいいのに、でも、でもそういうことだと思うよ、なんか、やっぱ両親にこう愛を持って育てられるとさ、それはそうかもしれないですね、自己肯定感も親のところで足りるから、そうだよね、別に外に求める必要なくなるっていうのは僕と水野さん、そこがめっちゃ似てるんですよ、はい,はい、はい、なんか多分、親にめっちゃ愛されて育ったんで、うん、何のカルマも背負ってないんですよ、ね、そうですね。 親のところで止まってますよね、そこが。僕、両親すげえなって尊敬するんですよ、いつも。いや、もうなんかこの話、やだな。やだけど、まあ思いますね、それは。だってさ、水野さんはいいんですよ、全然。大きな会社に入ってさ、名門大学を出て、宮廷を出て、大きな会社に入るって、正しいルートを歩んでるから、全然いいと思うんですけど、僕、わけ分からんんですよ、次第に学費を出してもらって。 慶応の、慶応の利口をね、結構かかりますよ、120万回かかるんですよ、年間。はいはい。の学費を出してもらって。浪人もしましたよね。そ浪人もしましたし、一人暮らしもして、気楽に大学生活をね、謳歌して、その後にに、ちょっとやっぱ就職しないわ、みたいな。大学院行く推薦もらってたけど。そうやって相談とかしましたそれもやめらしてないです。意思決定だけお母すみません、本当に。ごめんなさい。 僕が代わりに。謝りでも、マジでそうっすよ。意思決定だけして、なんか、年末かな、年末かなんか実家帰るときに、なんか、プレゼン資料みたいな作ってて。あの、パワポ、え、親に。親に。怖い怖い怖い。パワーポ壁に移して、やっぱ、なんか、その、プレゼンしないとだめな。怖い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 。嘘だろ。全然いいじゃん。親にパワポでプレゼンしちゃう。報告すんの?。で、僕、こうしよう、こうやって生きていきますっていう。怖。なんでよ、え、妥当でしょ。 いやだってさ、ちゃんとその説得力ないの。親かあそこでどっかみたいな感じ。どっかじゃない。ね、お前。ボケじゃないのよ、俺これ。ボケじゃないのよ。いう、こう感じで生きますよっていうのをプレゼン資料作って、行ったんですよ。親相当合わせてますよ、堀本さんに、それ。あ、そうかも、なんか今になって思うと、今になって思うと、付き合ってくれてたな。っていう絶対帰った後、感じあります。何してんだろうね。やっぱコメント欄で狂気って言われたら。 <laughs> いやそうでしょめっちゃ怖いよめちゃくちゃ怖いでしょ僕別にプレゼン資料作ってないですもん親にマジかまあでもかそれをちゃんとした進路を歩んでるからでさ、うん、あでもでも例えばですけど愛知から出版社に就活するってなったら結構お金かかるし、うん、東京に往復がいくしあとまあ行けるかわかんないだからギャンブルしますって言ってるのとほぼ変わらないんで親からしたらそっかそっかそういや普通にぶっちゃけその愛知の名門企業とか入ってくれようみたいなそうねそうとかまあ親が自営業だからさ継いでくれようとか絶対あったと思うんですけど、うん、その辺はつゆとも出さずに 普通に応援してくれますね。素晴らしい親御さんだわ。そうそうまあいいいいのもう親の話は実家帰ってから聞かせるからそれはえでも僕もそうなのよ。結局そのわけわからないプレゼン資料持っててさ、今え私事業畳んでるもんね。学生時代に一回ね。あそうですね。なんか学生団体みたいなことやって、まあ借金ってことじゃないけどね。別にまあでもこんなこんな感じのことやってたんで今までこれをちょっとこういう形にリファインして。 こんな形で生活していこうと思ってますっていう話をしたらど,どうなったんですか反応気になるそうそしたらさ普通なんかさいぶかしげな顔するじゃん多分そうだね一般的にはうん大丈夫なのみたいなうん,なんかうちの親父は「いいね <laughs> <laughs> お前やん! <laughs>」 <laughs> こいつも足すげえなと思ったよね、やっぱ、その時 <laughs> 親父、<や>親父半端ねえな。堀本さんがお父さんだったら、多分それ言うと思うけどさ。そうね、だってお父さん、めちゃめちゃさ、その固くさ、そ<う>ちゃんと家業をる医者,医者です。そうですよね。<の>だから、医者の2代目町医者の2代目だったんです、ね、ん開業医の継いだわけでしょ。そういや、それ応援できるのすごくないそうなんですよ。その 文脈とかそのさ人生は言うんです。やばすぎるだから。意味わかん息子一人っ子の息子をさちゃんとさいい高校入れてさで呼び子あ浪人させてさで東京の大学通わせてさ帰ってきたそれでしょ泣くわ普通ね普通な何やってんだお前 なりそうなのにすごいっすよいやだから堀本さんの才能一番おいしいのは明らかに親ですよねいやそう本当そう本当そうだその段階からベットしてるわけですからねうん僕ちょっと堀本さんの親に比べたら全然子さんじゃないですよそうですねうちの親29年前からやってますんで大子さんです大子さんですそうですよね堀本さんの作ったものとか見てるんですか親見てますよああ小嫁だよも <laughs> みたいは知らんけどそれはどっちか知らんけどいまだに本はあの札幌の紀伊国屋札幌駅の近くにでっかい紀伊国屋あるんですけどやっぱそこ行くと何冊平積みになってたよみたいなその写真付きラインがやっぱ来たりして、うん。ははい、はいはいはい、はい やったーみたいなやり取りは今出してるすあのタイトルのものをねそのもう無批判にこう,う商用することって結構勇気がいります,、ねすね、インテリ悪口本ですか,、ね、あかんでしょう息子がそんなもん出して <laughs> もう全然だから普通に家実家帰ったらあの2冊買ってあってはいはい何を面白かったよみたいなあだから両親用ですあ一1個ずつ、ね、お,のおのおのおの1冊使ったみたいな感じでへえ、はい、なんのなだとらそうですね両親のおかげだなっていうのは思いますねインターネット芸人になって暮らせてるのはそのおかげ、うん うん、え親話広げていい,い,いよあのもう嫌なんですよ別に親のことをめちゃめちゃ今こんなところで褒めんのういや褒めよう,もうちょっとぶっちゃけだから3000人見られてないと思って喋りますけど<う>あの知的好奇心に対して正しくその道筋を示すというか根、うん、本,本にさせてもらうって結構恵まれてると思うんです僕だからえー、っと小学2年生の時か、うん、にえー、っと ドラえもんの緩和辞典が家にあってはいはいありますね買いがち買いがちそうそうそう,そうでああそしたら僕一番画数多い漢字から順に覚えていったんですよ <laughs> 難読漢字好きだからねそうそう難読漢字当時ハマっててよく覚えてるんですけど僕キリンって漢字で書いてめっちゃその何回もキリンって漢字で書いてたんですよはははいはい、はいで、まあ、キリンのリンが24画、うん、そして24画は他に丸目の高さの高の字ですねははいはい、はい、あの字とかも24画で、まあ、あの辺の漢字を書いてたんですねずっと、うんうん、で なんかそしたら親が、まあ、そのこいつえらい難しい漢字をやたら練習してるなってなって、うん、でそっから一回名古屋に連れてってもらった時にイオン行ってそのイオンに難読漢字の本があって、うん、僕なんか貪さるように立ち読みしてたんですね<ー>それは僕記憶があるんですけどはい、はい、そしたら親がそう買ってあげようかみたいなこと言われて、うん、最初いいやみたいな,なんか遠慮したんですねなぜかはいはいあでもあるね子供を遠慮するとき<う>、うん、なんですけどやっぱ欲しくなって、うん、そのごめんやっぱ欲しいみたいなこと言ったら戻って,、うん戻って 確か買ってくれたんですよね。わいいお客さんだそうでそれを僕読みすぎて、うん、もうポンって置いてもページが開いちゃうぐらい読んでるんですよすげえだからある熟語その本に載ってるある熟語言われたら、うん、何ページ目ぐらい載ってるか分かるぐらいにはその本読みまくってその原体験があったから僕結構その知的好奇心に割とこう自分に対して素直というか<ー>知りたいと思った時に 例えばですけど本にお金をかけることは悪いことじゃないみたいな前提条件というかっていうのをまあ親が用意してくれたからこうなってるなっていうのがあってすげえそうだと思う堀本さんもそうでしょ僕もそうですだから子どもの例えばですけど書籍代には惜しまないみたいなそれは何か僕も大人だったから聞いたんですけどお袋くろはなんかあんまりそれの効用が分かんなかったけど本読む親父が結構それをなんかあのそうしなさい おふくろに結構行ってたってこと聞いて<ー>いやそれめっちゃでかいなってうそうマジでそうだねそう本買う時結構出してくれましたしねあのうちもやっぱそうで完全に書籍は別にいくら買ってもよいみたいなとこあって一緒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  <laughs> 勉強の本だったらいくらでも買いなさいとねそうだよね,そうだよねええ変な話しただから俺さめっちゃ積んどくしてたのようん、うん、もうだから 大学生の頃とかにもう何百冊を積んでたんだけどうん、うん、積んどくしてても怒んなかったっすよねあいい親御さんだなそれだから「こいつ読,読んでるのお前」みたいなこと全く確認されずにどんどん買い与えられましたそうだよねそうだから僕本当にすごいなと思うのはあれ漫画も割とそうなんですよ <laughs> 親,トーク親トーク無限に続く まあ、いっかも。いや、今日も、副題、親トーク。親トークだから。ホットキャスターとの回なんだけどな。なんでこの親のこと褒めてんだろうなっていう感じあるけど。いや、親を褒める回だから。まあ、いっか、もういいや。親トーク、サブタイトル。僕、漫画もそうで。ああ、珍しいですね。これさ、すごくない世代的に、うちの親父は多分、あんまりその、大量の漫画に触れてないよね。そうなんですよ。の世代なのに。 僕が楽ししに漫画の話を多分してたんですよねえ親に親に、うん、だからなんだろう当時小学生だからそれこそ手塚治虫とかだ手塚治虫とかに僕どハマりして、ね、い解雇主義ですね,そうすねあの実家にあったんですよやっぱ、うん、実家に本棚に並んでてあおばさんかな、はい、おばさんがなんか置いていったブラックジャック全巻とか本棚にあって、うん、やっぱバキバキに面白いんで、はい、全部読んでセリフ覚えるみたいな。 僕当時から引用モンスター <laughs> 多分賞賛とかから引用モンスターなんば。はや。だからその何ですか食卓家族の食卓の会話で、うん、なんかその「こうこんなことがあったんだよね」みたいなことを親父が言ってる時にあそれってブラックジャックの <laughs> このエピソードに出てきた堀本興文じゃ文じゃん <laughs> <laughs> それ9歳の時からやってましたよ、僕。<laughs> ゆる言語学ラジオ、9歳の時からやってました <laughs>、えー。じゃあ、堀本さんの親御さん、懐かしい思いでしょうね。<笑><笑>そう、これ、確かにこれ聞きながら懐かしいなって思ってるかも。そうだよね。うん。だから、その、ブラック・ジャックのこう,いうエピソードがあって、みたいな。それこそ、だからあれですよ、U28、あれ ?U29、U うん、ちょっと忘れちゃった。U じゃねえかも。うん、あのロボットがさ 全部の医療を管轄するちょっと近未来の病院みたいな名作の会があって、それが結構医療の倫理と人間とテクノロジーどう組み合わせるべきかみたいな問いを投げかけためっちゃ名作なんですよね。これをあのうちの親父医者なんで、その割とこう医療とテクノロジーみたいな話になった時に僕がこう引用するとやっぱこうやるなみたいな。 こいつやるなみたいなはい、はい、あそこでくれるんですか、うん、U18 は知っていたですコメント欄が優秀でした、はい、U18 は知っていたい、ね、それそれそれそうとか言うとなんかあいいねみたいな褒めてくれるのでかいですよねでかいですそ,それは褒めてくれなかったら別にや,りやろうとなんないですけ、ね、そうですね、うん、そうだからなんかそれ,それで議論がちょっと発展したりして 結果としてなんか僕漫画好きなんだけどそこから学びを得るやつみたいなポジションがやっぱ家庭内でちょっと確立できてな,なるほどそうか漫画を読んでから抽象化して学習してそうすよってポーズを取ると漫画にお金払ってくれるそうなんですよああ<ー>っていうことをやってた結果鬼のように漫画を買っても許される確かに、ねねね、引用モンスターのね漫画のね引用モンスターの原体験そこですね完全にそうか、うん、僕漫画はね 親父が読んだものに関しては親父が払うってシステムだったんで売り込む能力は上がりましたなるほど <laughs> 親父が気に入ればとりあえず供給されるっていうねそうだし親父が歯抜けで買ったものとかを、うん、例えば口説いて、うん、僕おいしん坊とかそうですけど歯抜けで買ってたものとかを なんか買った後に既成事実作っていやこれめっちゃ面白かったからさみたいなこと言って親父に出してもらうとかありましたけどなるほど親父が好きじゃない漫画とか自分で買ってましたねそっかそうでもね漫画も仮に親が出してくれてたら確かにめちゃめちゃ買ってただろうなっていう気はあるし今の子供だったらさキンドルで買えるからさ物理スペースいらないじゃんあれでかいよね無限に買い倒しますねだから多分あの時期に生まれてたら本当無限に買ってたでしょうねだと思う僕だからねキングダムとかね 読みたすぎてどうします、うん、親父はキングダムの絵柄が好きじゃないって言ってで大変ですねそれ、うん、だけど僕読みたかったんですよ、うんうん、どうします多分、うん、あでもあれだねあそうだ僕の家庭環境だとまずキングダムの素晴らしさを熱弁すると中国の歴史の勉強になるよとあもうそうだしあっていうかよりは多分最初の6巻ぐらい、うん、キングダムでいうと多分あの えと星新王・衛星が玉座取り戻すまでの下りが5巻ぐらいで完結するじゃないですか、はい、そこまでの下りを簡潔にまとめて <laughs> えもしかしてパーォ？ <laughs> ちっ俺パワポ芸人じゃないから別に進路だけだからプレゼンした両親にパワポ作ってるのその時だけだからはい、はい、簡潔にまとめてそのこんなくだりがあって、うん、こここういうってう人間ドラマがあって、うん、まあこれ割とちょっと史実をもとにしてんだよねっていう話をすると親父は別に多分刺さってないんですけど、うん、うちの親父漫画読まないんで刺さってないんですけど漫画読まないのに漫画台出すでやばいな,な漫画に割とこう理解があるというか,まあなんかお前がそんなハマってんなら別に読んだらいいんじゃないっていう,っていう感じの人でしたね 育てて俺もいやそうなのよそうなのよ完全にそう思うそう思う親でし生まれ落ちたとこよと思うな僕の場合は親が買えば親が親が読めば買うシステムなんで友達からキングダムって確か13巻がめちゃめちゃピークがくるタイミングなんですけどあれ大きのくだりそうあんまりネタバレになりたくないからピークがくるんですけど 12まで友達に借りて親父の本棚の近くに置くですね、僕は。なるほど、続き気にならせるっていう作戦ね。そうすると、じゃ借りてきたなら読むかっつって、一巻読むと、まんまと止まらなくなって、翌週には全巻家にありました。はまりましたね、策略が。まるで諸葛亮張りのね、そうですね、計略で、金額のね、入手しましたね、何の話、これ。やるじゃん それが有名なキングダム12巻の K です、ね。違う違う。<laughs> 諸葛亮が使ったとされてる。諸葛亮の K みたいな。<laughs> あ、これ、宝刀だから。巻諸葛亮の K だとなんだえっと、<laughs> 宝刀が連環の K だって。えーと、火花とはんだっけあの。それ あれ、それが宝刀あれ、だから、船を。あ、そうそう、船燃やしたやつ。そうそう、船を燃やしたやつ。それ、宝刀がやった諸葛亮じゃないと。え、それ諸葛亮じゃないのそれ、諸葛亮がやったのと思ってた。え、連環の刑は宝刀でしょえ、ちょっとコメント欄見よう。え、有名なやつだよね、あの、諸葛亮が風を読んだって有名なエピソードでしょ風が、石壁の戦いろから火が燃えると、その船にどんどん燃え移るのは。あれ、宝刀え、あれ、諸葛亮の逸話だと思ってた、僕。 ほうとうです。よほうとうです。あ、ほうとうなんだ。へぇー。あれはだから、その三敬かなんかと戦うときですよね。あ、そう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 。石壁の戦いでしょあれが赤壁か。そう、あれ、ほうとうですよ。諸葛亮はだから、えぇやべえ、もう三個の例しか出てこない。何の刑か。何とかの刑いっぱいありそうだけどね、いっぱいありますね。いっぱいありますよね。 馬食切ったのしか覚えてねえわと。角欲角欲の人物みたいな。あ、角欲の人物。角の人物でしょ。味方がハラの戦いで家康が組んだやつだよね。やべえちょっと日本史知識水の強いな。いや僕戦国好きだから。じゃ酒開けですか。またバレちゃう？バレちゃう？大丈夫？大丈夫大丈夫いやいや全然いいんだけど、いやなんか近隣からトラブルあのクレーム来ないかなって不安だけがちょっと残ってますね。ちょっとね静かめにやったらいいかもしれないですね。普通にあのすいません僕んちでやっております。僕んちで収録しております。 孔明の罠だっていうスパチャが来てる。ちょっと開けちゃおう。あ、すごい独特の名前の人からスパチャ来てますね。何ですか？稲荷八個で六百四十八円さん。何を言ってんの？<laughs> しかも高稲荷八個で六百四十八円高くない？一個あたり八十円ってこと稲荷寿司。そうですね助言したいですけど。高い。名前見直し？<laughs> そうねこれこれちょっとどうかな。<laughs> あ、てか結構高額スパチャ来てるな意味わかんない話しちゃっためちゃくちゃ何何そうだねこの、まあ、わけわからんほんとごめんなさいマジでわけわからん話してんのにこのタしか重要ない話そうマジでそう <laughs> 僕らが親褒めてる時にねスパチャ高額スパチャ来てるわ谷口優輝さんから1万2000円1万2000円と6000円が連続で来てますね谷口優輝さんに僕も言っていいですかはい 谷口結城さんに一応耳寄り情報なんですけど、うん、今スタグフレーションが起きてるんでやめた方がいいと思います <laughs> あんまね謎のスパチャ送るのやねやめた方がいいですね本当に自分のね金銭を大事に使っていただくと、ね、えっとね谷口結城さん1万2000円まず無言で送って、はい、その後六6000円送って結城 <laughs> がすごいな、えー、次は二人で本を出してほしい現代の悪魔の時点的なやつってい、ね、<ー>性格悪いと思われてますやっぱ水野さんもえ いやいや、二人で出してほしいって言ってるんで、2人で出してほしいらしい。そんないイすね、あの、本当に。悪魔の自然的なやつ。全部を肯定的な言葉でしか書けないので、ちょっと分かんないですね。あると思うな、悪魔の自然的なやつ。ナイス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 。僕やっぱ悪魔の自然作りたいですもんね。日々作りたい。なるほど。じゃあ、変わり者。変わり者はい。 変わりもねダメだ。あ,のもうあれに引っ張られてしまうわ。気候に引っ張られてしまうわ。あまりにも安上がりであるから、ね、<業>ああ、いいっすね。企業いい題材ですね。<laughs> <laughs> か瞬発力のじゃないんだよな、<laughs> あれはな。別にな振っていきなことはない。企業いい題材じゃない。えっと、うん、世の中の何も組織に属しているときに結果を出せない人たちが俺は こ,こうすれば結果が出せると一縷るの望みをかけて行うも大抵は無残の結果に終わる格好じゃないですか <laughs>。 なんすかその顔何その顔ちょっとあのうなずきことはできないなクッキングパパみたいなクッキングパパみたいな顎になって僕も言ってもいいですかははいい社会の課題を解決する素晴らしい行動ですいやちょっとずるいよ悪魔の時点っていうくだりだったじゃん今そうなんですか悪いこと言うくだりだったじゃん今そうなんだあ分かってずいいな自分だけ好感度気にしてずるいなこの人企業はいいですね悪魔の時点書きがいがある項目うんいい いい誤釈をかけそうなね。たまたま今出ただけですけどね本当にたまたま <laughs> 水野さんの想定外今俺出したと思うんだけどな多分 <laughs> 頭にあったでしょ絶対今の僕のやつないないない課題と解決ぐらい使ってほしかったですねやっぱりね <laughs>、うん、せめてあいいですねこのシャンパンをくれた無ダそくんヘビーユーザーさんがスパチャ遅れてまして企業の誤釈が俺に刺さって痛い被害者を出してしまった <laughs> やめろって ごめんって、うん、あかんって聞いてる人指すのは <laughs> そうかスパチャねスパチャってかチャットこんなに来てるんですね,ねめちゃめちゃ来てますよ今そっかすごい3000人が常時見続けてるわこの親を褒めるライブを、うん、びっくりね ただの本当、素的な話の垂れ流しですけどね。ごめんなさい、本当、情報量なくて。でもやっぱね、分かった、今回発見したけど、我々ライブ配信を始めると3時間喋らずにはいられない、もう今、2時間44分喋ってますから。そうかそうか。<laughs> あんもう、逃したね。終電逃した。逃しましたね、多分だって、ここから歩いて十何分でしょ。うん。逃した。じゃあ、タクシーかな。<laughs> <laughs> やっぱほら、序盤でさ、タクシー台ってスパチャ投げてくれてきてるから、そうだ、その人のね、正しい、正しいじゃあちょっと、その通りタクシーで、ごめんなさい、帰らせていただきます。終電で帰りますよとか言ってたけどね、3時間前。全然やっぱ、徒歩待ちでした。本当ですね。待ちでしたちょっと覚悟してたというか、今日は今日はやっぱちょっと、特別エモい会なんで。そうね、思うこといっぱいあるからね。やっぱ、あるしね、トロフィー。ねえ。ちなみに、このトロフィーあるらしいですよ。ババキキに 腕のあるデザイナーさんが手作りで作ったらしいんで、めちゃめちゃ造形に価値があるらしいですよ。やっぱ堀本さんにこそはスコントロール雑だな。なんか？これだからてことはメルカリで売ったらめちゃめちゃやめたけど、名前が入ってない、ね。<laughs> ゆる言語学ラジオって何言ってんの？お前何言ってんの？お前確かに完全に来年もらえばもうもらえなくなる。るる <laughs> 何でもないです。メルカリで売らない。すいません。<laughs> あそれこそさまたあの親トークなんだけどさ、うん、また親のトーク僕、はい、あの卒業証書慶応の卒業証書っていうか卒業証書ケース、はい、あの立派なやつもらうじゃん大体大学で卒業するとポンってやつですねあ,あそういやポンじゃなくてあのパタンっていうあのあはい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 のはいはいはい、ね、はい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  4万ぐらい出てたのよメルカリで<ー>で売れてたのよそれ<ー>すげえと思ってあ俺んちにもあるじゃんと思ってまさか売,ろう売ったら売ろうかなってツイートしたのようんしたらあのおかんから母親から LINE が来まして、うん、売らないで私に送ってってきましたああいや想定外だよね <laughs> まあそうだよな売るのやめなさいじゃなくてさ やっぱさ、そこだと思いますよ、親力っ私に送って、つって私に送っては可愛いじゃないですか、そうですね、けん、あんた何考えてんのみたいな、そうね、怒られてるじゃないじゃん、そう、占いをしいっていう意図は伝ってるゃんそうそうそう、お嬢さんの親、すごい、完璧ですね、今度、北海道行って挨拶行きますのあそう、ぜひぜひ、来てください、認知していただけてるんですか、もちろん、当たり前、当たり前、本当ですかそう、うちの実家、あれなんで、やたら広いんで、うん。 地方の豪族なんではい、はい、あ全然あのいっぱい泊まってってください。あ、まじですかうん。無限に泊まってっていいよ。札幌でしょ札幌。しかも札幌近い結構いい場所だよ。あの、すすきのまで歩けるから。<laughs> ちゃんといい場所に住んでるんですねそう、すげえいい場所。いい場所なんですよ。うち実家豪族なんですよ。<laughs> 地方の豪族なんですよ。<laughs> ちょっとね、僕は豪族じゃないですけど。でもあの、愛知来たら多分ね、うちの親ね、堀本さんって。まあ、行ってみたらうちの親からしたらもう、功労人というかさ。 はは息子を誘ってさ、うん、なんかすごいすごいことしてくれた人みたいな感じになってるから <laughs> ははめちゃめちゃそうあの、うん、まあっていうかねあのあなにウィークエンドの時にも接触しようとしに行ったぐらいですから、うんねうん、多分来てくれたらめちゃめちゃ夜通しも更で戦うことになってます。<laughs> めっちゃ面白いな水野家と桃鉄で夜通し戦ったのいい経験になりますねそうですねあそやりたい一から名古屋弁を叩き込んだそれはいらないそれはやりたくないな森本君間違ってるよ日本語か僕はあれですよ水野さんのお父様に対してもかたくなに「いや」です「わや」ですアクセント「ワヤです言い続ける「よ修正。散らかってる家に「いやわや」ですこれは全然もうおみはワやくちゃだがねですねそれは完全に「いや」ですねそこだけは絶対譲らない一生譲らずにいきます 確かにね、お互いの親に会いに行きたいですね。うん、ああ、そのゲームも面白いす、ね、僕も堀本さん、僕だけ堀本さんのね、親に会いに行ってない、会いに行ってないから、俺行ってないんで、確かに。俺言いたいですね。確かに、確かに。全然いいっすよ、うちの実家はかなりオープンなんで。ね、聞いてる限りだとね。うん。僕、あれでしたよ、中学の時の一番仲良かった友達、うちに住んでましたよ、ほぼ。あーえ <laughs> えっと、えー、泊まるってことあ、そう、うち遊びに来るじゃなくてそう。夏休みとかに、その一緒に宿題やろうぜみたいな。はい,はい。塾 でそう結構進学塾に通ってたんではい、はい、めっちゃ多いんですよ宿題がえ塾から宿題出んの出るよへ<ー>え出ない<え>受験進学塾ってめっちゃ授出の予習とかじゃなくてあまあ予習兼宿題みたいなのめっちゃ出ましたね宿題って出たかいやあんま覚えてないの俺宿題が出たかどうか僕が通ってたその北海道の,あの一番有名なゴリゴリの進学塾では結構膨大な色の宿題が出ていて でそれをこ,うこなすために合宿やろうぜみたいなめっちゃ楽しいじゃんそうで超いいじゃん <laughs> うちの実家なんかやたらでかいんで、うん、その仲いいやつを泊まりに来てめっちゃいいじゃん宿題やろうぜって言って <laughs> 宿題するんですけどでもそのやってるうちにやっぱこう ね、ゲームし始めるじゃないですか。す分かる、うん、するよね <laughs> 泊まり来たらねテンション分かるもんそうなんですよでもうあの,あのいやこれさ全然関係ないんだけど、うん、酒の勢いで言うんだけど、うん、その僕人生で一番楽しかった夜っていつかなっていうことをたまに考えるんですよはいはいはいでやっぱその中でこれを超える夜ないなって多分思うのが中3の,その夏休みの夜へえすっげえ仲良かった友達と僕って が宿題をやるはずで集まったのにうん、うん、23時半ぐらいにはもうどうでもよくなって、うん、遊び始めて。 太鼓のの達人のミニゲームをやった夜があるんですよ分かりますこの2人でずっといすぎてうちでだから1週間ぐらいそいつが住んでるんですよ。宿題やろうぜみたいないそ,そいつの家もすごいですね梱包 <laughs> ですよね。お互いの家がやばいんですけど、うん、だからなんかその最初の方はね宿題やろうぜっ,つって泊まり始めて遊んじゃって1日目終わって 2>,、うん、2日目今度こそ宿題やろうぜっつってまたうちで遊んじゃってみたいな。うん たまに塾行ったりしてっていう暮らしを1週間ぐらいあってなんかもうその遊びをやり尽くすんですよね、はい、宿題をやり尽くすより先に遊びのバリエーションを全部終わらせるんですよ結果そ太鼓の達人にくっついているミニゲームをやり始めるんですよ <laughs> 太鼓の達人そのものはもう飽きちゃったから鬼とかもね全部も <laughs> 鬼とかもやりきっちゃったからはいはい プレイステーション2に出ている多分初代太鼓の達人のソフトにくっついているミニゲームでボスドンマラソンっていうマラソンがあって、はい、ボストンマラソンとの引っ掛けですねはい、はい、ボスドンマラソンっていうミニゲームがあってドンカッドンカッかな、うん、をなんかリズミカルに叩いていくとこう加速していくっていうただそれだけの、まあ、つまらないですね全然面白くないマラソンゲーム、はい、しかもマラソンなんで42.195キロ走るんですよ。分くららいいいその作業やらないといけなとけて <laughs> めっちゃ長いんですよ、だから。最速でしかも慣れてきた状態で30分。うん、全然普段やったらおもんないんですよね。だからあれ多分泥酔したやつのために作られてるゲームなんですけど、当時当然中学生の時に。泥酔した状態で作ったんでしょうね。下手したら、ね。下手た。<laughs> カプコムの社員がめちゃめちゃ酔っ払って作ってる可能性あります。うん、っていう。 っていうゲームなんですけどやっぱその深夜テンション1時半ぐらいじゃない、うん、多分あれ、うんうん、1>, 1時半ぐらいに眠い状態で中学 3, 年生の,中3の1時半は、ね、起きてない時間ですねそうすねやり始めて、なんかそれめちゃくちゃ楽しくて笑い転げながらずっとマラソン42.195キロ走ったんですよ、30分。はい すごい腹よじれるぐらいで何個か,かんないけど笑ってデッドヒートがめっちゃあるんですよねその途中何回も抜いたり抜き返したりみたいなあっていうかその2人で対戦してるんでめちゃめちゃ抜き返してるんですよこれをね延々やっていてなんか,なんかすっげえいい勝負になった最終的に42.195キロあったら普通大差つきそうなのにめちゃめちゃなんか2メートル差ぐらいで終わってゴールした瞬間にもう血吐くぐらい笑ってはいはい あの夜を越えられないなないって思うんですよねん,なんか大人になってからいい夜だなって思う日いっぱいあったんですけど中3のあの日は多分超えてないなっていうのをよく思いますこの年になって僕もじゃあいいですかはいお酒って、うん、あの楽しい夜を作るじゃないですか、うん、でもお酒で楽しい夜を過ごすと<っ>お酒なしで楽しかった夜いや の素晴らしさが気づくというか俺酒に頼らないと楽しい夜遅れないんじゃないかっていうそれこそじゃ友達と旅行に行きますとでそのもう飲もうかみたいなねなるじゃないですかじゃ飲まずに楽しくするっていう選択肢ってもう出てこなくなっちゃうじゃないですかめっちゃわかるあれさどうすればいいのめっちゃわかるめっちゃかる酒の勢いに頼らないと面白くなれないんじゃないかみたいなめっちゃかる器具が生まれるじゃないですかあれ何なのっていう あのー、俺、そんな酒に頼らないと面白いことを友達に提供できない人間だったっけみたいな気持ちになるんですよ、特に高校より前の友達、うんうん、大学生になってから仲良くなった友達ってもう酒飲んじゃうと思うんですけど、うん、高校の友達とかって、僕、えー、と実家に、ね、帰って年越し過ごす高校の友達いるんですけど、うんうん、彼らとやっぱ酒飲まなくても別に楽しいんですけど、うんうん、本当の楽しさだなって思うことありますもんね、それが。 ああそうなんだそのえ、そいつらと集まった時って酒飲まないんですか、えっと、飲むこともありますけど飲まないやつもいるし、はい、僕、ぶっちゃけ別に飲まなくても飲んじゃうけど飲まなくても多分楽しいんですよね。<ー>なんかだから酒を覚える前の自分に戻った気がして無邪気になれるなっていう気がしますよね。なるほどあの、ね、コメント欄が共感の嵐です。めめっっない入てごんた めっちゃわかるいやでも僕もそれめっちゃわかるのよ、ね、その酒に頼らないと楽しめない時に自分の弱さを自覚するあの感じねめっちゃわかるめっちゃわかるなんかあの瀬戸内海っていう漫画が僕めっちゃ好きなんですけど <laughs> はい、はい、瀬戸内海の楽しさが多分中学生中3とかの,その太鼓の達人演やってた時の喜びと似てるんですよてか、うん、多分ね瀬戸内海の,の中にもそれあって 夜中になんか夏休みで暇だから集まったみたいな。で延々くだらない話をして夜中の河原で帰るタイミング失って2人で2時だか3時だかまで喋り続ける会があって、はい、その会のオチはオチとして成立してなくてアルコールもドラッグもいらない眠気の限界を超えた深夜3時黄金の時間ってと終わるんですよ。 なんかすげえわかるなーと思ってあれもう二度とないなこの年になるとっていう気がしてきてしまって切ないっすねそうなんですよね僕あの堀松さん知ってると思うんですけどはい、はい、夜に圧倒的に強くなったんですよ仕事のでああそうかそうかそうだ水野さんめっちゃ夜遅いもんね僕そうめちゃめちゃ酔いっぱりになって、うん、だから友達と旅行に行くと、うん、友達が絶対先に眠くなるんですね僕変な話多分避けなくても、うん、6時までは眠くならない <く><ー>翌6時ぐらいまでは。なんですけど友達と旅行に行くとだいたい酒飲み始めると0時か1時ぐらいみんな眠くなっちゃうからんかちょっと孤独を味わうんですねなるほど。な,るほどなんかやっと始まってきたなって時にもう向こうがおまんじりとしているというかっていうのでなんかどうしてもそ,のそういう孤独も覚えるようになったというかそうだ、ね、なんかそうなんですよねそこでなんかこうお酒に頼ることとそれからその、うん、夜の。 3時以降っていうことに対するなんか特別感もちょっと薄れた感じがあって悲しいね二重の意味でねそれはそうなんですよね全然関係ないですけどまんじりとしてるっていう活用を見る人初め僕もる人初めて間違えたなと思いましたまんじりとしないしまんじりは普通しない時にしか使わないからまんじりとするはおかしいですねちょっと今間違えましたそれはんかあれだよねだっけなそれはね別の言葉でありますよね全くねうん。 じゃあまんじり…友達がまんじりとするか,だから、えー、眠,眠がってるってことでしょこう、むにゃむにゃなってる。あれ、微水って書いてる訓読みで何だったっけ船をこぐみたいなことな。あ,あ、そっか、そうだね。白川よ船とか。白川よ船とか、そういう言葉あるよね。 いやなんかあその話熱いな,なんか堀本さんもう眠くきてる、ね、一番あ今眠いえでもなんかねいくつかあって、はい、その眠い状態ゆえの面白さみたいな多分あるんでだ,だからさ眠気えハ杯みたいな眠気えハ杯みたいなあだからさあの奴隷合宿した回あるじゃんはい、はい、皆さんも多分見てくれてると思いますけど奴隷合宿の回旅館で収録してさ与謝野亜子 負債が止まっ予その鉄棺、予そのアき子が泊、うん、まった部屋で収録して多分あの日12時ぐらいにカメラ止めたんですよ。うん、12時か12時半ぐらいに止めて横の、ね、部屋にお客さんいらっしゃったしうるさいと迷惑だろうしっていうところで止めてでも3時ぐらいまで起きてたんですよあの日。ね、終わった時き延長戦でさ二、ね、人でビール飲みながらさカメラの前では喋りたくない話を延々しててうんうん、うん、しましたね。 でその時とかは、眠気の限界を超えた楽しさが多分僕の中にあって。森松さん、3時まで起きないもんね。起きない。普段起きないから。うん、めっちゃ早く寝るもんね。そ<う>収録とかしてても。僕あれ3時はもう全然、まあ、ぼちぼち寝てもいいかなぐらいの時間だから、あれですけど、<ー>でも確かにそうですね、あの時は。 あの時はそうなんかだからわけわからん話をさもう恥ずかしげもなくできるわけですねそうですね、うん、完全にもう胸筋を開いて喋ってましたよねわけわからん好きな女性の話とかねしてたわけですね <laughs> <laughs> そうですねそうだからなんかそういうことができるようになるのが眠気の限界を超えた時間だなっていう気がしますあ,ある意味だから風呂に入ったのと同じくらいの感じになりますよねもうああそうね風呂に入るとどうしてももうぶっちゃけ話をするじゃないですかそれに近いものはありますよねうん、うん、何なんでしょうねあの眠気の 先にビヨンドだからあれなんか黄金の時間帯な気がしていてしかもそれは多分大人になるにつれて失われていくんですよ価値がそうですね寝たいもんね寝たいし仕事は下がるしてう <laughs> そうなんよ明日のコンディションとか考え始めちゃうから、うん、やっぱ15歳がピークだったなっていうそうですねもう,もう僕だから眠気の先を求めようと思ったら、うん、7時ぐらいまで起きないと。 もったいないね、それ本当、眠気が結構来なくなっちゃったんで、眠くなって寝たことがあんまないんですよ。だから、酒をめちゃくちゃ短い時間で大量に入れれば眠くなるんですけど、そうじゃないと別に眠くならないんで、不健全だね、それ。そうかもしれないですね。だいぶ体に悪そう。もともと結構、酔いっぱいでしたけど、社会人になって拍車がかかったんで、あれはね、そう、眠くなったけど我慢して、修学旅行の夜とかですよね、だから。あれそう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 。 なんかもう今取り戻せない青春っていう感じがしますねうん、うん、まあ修学旅行の夜もそうだね、うん、完全に同じだねそれも門限門限じゃないえっ、ー、と衝動時間をさ破って喋ってさ、うんうん、僕とかまさにもう先生にだから部屋ピンポン押されてで班長が出て行ってめちゃくちゃ怒られましたんね<これ> <laughs> あなんかさそれ全然話変わるんだけどさ、うん 修学旅行の一番面白い要素ってそこなんじゃないかっていう気がしていて。先生に怒られる。はいはい、その浮かれてね。自分の未熟さ、稚拙さを,を自覚する。 んかさ大人になってから旅行あんま面白くないなって僕思うへえ楽しいんだけど楽しいんだけどなんか人要素足りないなってやっぱ常に思っていてめしててない感じっことそれは多分修学旅行なのよ修学旅行がやっぱ人生で一番楽しい旅行でさ怒られるっていうスリルがやっぱ常につきまとってるからんか抜け出してどっか行くみたいな反を無視して気の合うやつでどっか行くみたいなあの行動のスリルがやっぱ一番面白い 面白かかっったんじゃないかって気しますねあ僕ちょっと意見違ってて自分のお金を持つと行ける場所は自在に選択できるんだけどだ、ねうん、お金がない中学生の子だって、うん、選択に身を任せるしかないじゃん。そうだね あの制約が良かったなって僕思うんですよ、ね、ああだからあれだ選択の科学でアジアがはいはい、はい、選択の科学選択の余地を与えられると人は帰って幸福度が下がるっていうそうだから例えばじゃあ3万円あります<ー>旅行に行ってきてくださいって言われたら、うん、俺にとって最善の旅行先はどこだろうって考えてしまって、うん、結局どこに行ってもそれはなんかもっといいとこあったかもっていう脅迫観念がつきまとっちゃうなと思って、うんね、完全にそうだねそうだけどそのお金を持ってない頃っていうのはなすがままだからそこで全力出しきるじゃないですか、うん っていう意味でなんか中学生とかの頃ってのはその絵も言われぬ喜びがあったなっていう気がしますよね。そう,だ、ねそうだね、ああそれあれだねだからあ,のあれに似てますね。お見合いの離婚率が低いっていう話て、ねうん。あ,あそう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 だから選択肢を与えられると人はかえって不幸になるっていう話ですよね。そう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 ,そうだから今自由恋愛になった結果。うんうん えー、もっといい選択肢があるんじゃないかっていうふうにあらゆる人が疑うようになって離婚率がそうです、ね、お見合いの頃よりも増えたみたいな話がありますけどそれと似てるね似てますよね,ねだから多分やっぱ自由度低い方がいいんじゃない旅行ってそういう旅行代理店作ったらウケるんじゃないあだからそれがあれじゃないですかえっ、ー、とガチャ旅行みたいなあそうかそうか、はい、あるのか,かえっとピーチかピーチが確か経営不振だった時にガチャ出したりあ,ったったあと,、えー、とマイルもありましたよねマイルで ガチャを要は5000マイル払って旅行先はもう勝手に決められるみたいなランダムで決められるみたいなのがあってそれは確かにすごく面白いですよねその場でも楽しまなきゃいけないみたいなそれは自由選択のアンチテーゼですよねそうっすねだしやっぱね先生に怒られたいっすねガチャもそうだしあそっかその部分大事なんだ行き先も規定されたいし先生にも怒られたいっていう気がします俺それないわマジで 先生に怒られるのがさ、やっぱこう、あらゆることをやるときの、その味、味が固まったとは言ってました。開始したけど、これ、更新しなきゃダメなのか、ブラウザを。ブラウザが落ちてるのかっていうか、先生に怒られる前に YouTube に怒られたぞとか、<laughs> 先生に怒られたムとか、はい <laughs>、衝動とか、先生が来たのかなとか、めっちゃ言われてますね。今、1300人、だから半分になりましたね。もうさすがに脱落しましたね。 まあそうですね。閉めるか。うん。いい時間ですね。ごめん、ごめん。ごめんって。これあれだね、前回もたぶん時間やったら戻ったって言ってえ、嘘、戻った。マジプラス立ち上げ直しちゃった。めっちゃウィーン言うてますね。PC が。あも復活した。OK、OK。今直ったでしょ。戻った。戻ったって言ってますね。いや、ほんとすいません。確かにもう。これやっぱあれだね、3時間連続でどう配信すると、クロームが落ちるらしい。限界らしい。 まとまりなく喋ってるからですね。そうっすみ、ね、ません、本当に。そして、PC がね。ういっつって。これかわいいんですよね。はい、これかわいいです。頑張ってるなて僕はうるせえなーっていう気持ちになりますけど。<laughs> いやいやもうほら、めちゃめちゃメモリーをさ、一生懸命こう読んでるわけですよ。あやばい、おゃお茶って。頑張ってるわけです。パソコンがパソコンくんが頑張ってるわけです。うん、かわいいですね。じゃ、閉めますか。<laughs> もう終わりかな、今日は0時。もう0時過ぎてるもんね、完全に。うん。 さ眠そうだし。と、そうね。今日何のライブだったんだっけえっスターワーズか違う違う、お母さんお母さんが。あ違う違う。親感謝ライブか。あれだ。ハイパーハードボールドグルメリポート、素晴らしいライブ。そうですね。ハイパーハードボールドグルメリポート、素晴らしいライブ。おめでとうございます、本当に。神谷さん。神さんと、そ最強のチームの皆様、おめでとうございます。皆様、受賞おめでとうございます。そして我々も皆様から。 ご支援いただきまして、ベストナレッジ賞とリスナージチョイスをいただきました。本当にありがとうございました。やっぱ嬉しいわ、ベストアーチャーはパーソナリティ賞を取ってないよ。<laughs> リスナーズチョイスはもう酔っ払ってて。人のやつ取ろうとしちゃったパーソナリティ賞取れたらもうちょっとね、なんか「いや僕たちね」とかって言ってたけど、うリスナーズチョイスね、僕が言いたけど、リスナーズチョイス喋ったパーソナリティじゃなくて内容で評価されてるか、自分ら関係ないよ、そうすね、リスナーズチョイスでさ、取れたっていうことは、もう本当に皆様からの最も熱い声援を今、一番頂いてるポッドキャスト番組であるということは間違いないなと思いますので。 本当に皆さんありがとうございます。引き続きですね。まあ、来年も大賞取りたい。来年も来年こそ大賞取りたい。来年こそ大賞取る。取る。はい。来年こそ大賞取る。デクレーション。デクレーシ宣言、宣言、宣言。あれ、語源知ってますデクレーわかんないよ。クリアが入ってるんですよ。入ってるわ、言われたら。明らかにするんですね、あれは。あクリアにするからデクレーなんですよ。 クレアとクリアは語源的に一緒なのでで,で,でってするって意味えではねなんか否定っぽくないディ,スディスなんちゃらっぽくないそれディスでしょそれディスかでは違うかそうではね何か何々にとかそういう系じゃないちょっとあの今パッと完全にリサーチが済んでないで, <laughs> でもクリアと関係があると。 だからえだらあれかディフェンスとかでしょかディフェン、ね、ディフェンス威ですねそれじゃない？ディはね。だフェンスってあれでしょ？フェンスと一緒でしょ？そうですね。フェンスするみたいなのがディフェンスなわけで。ディが脅威なので完全にフェンス っていうのがディフェンス防御すするですね、うん、だからディクレアも多分一緒じゃないですか。宣言するもんクリアにするでディ、あ、違うか。うろ覚えなことを言うとね。あの、やっぱりね、ちょっと伝、ね、りがあるからね。ちょっとね、語源はちょっと良くないですからね、ね適当なこと言っちゃうんすけど。デクレアとね、クリアは語源的に一緒だった。確かそうだったなと思うんですけれどもね。<laughs> うん、はい。歯切れが悪い。ずっと歯切れ悪い今日。<laughs> じゃあちょっと我々改めてもう一度ディクレアしておきましょうか。そうですね。おお。 やめて調子見ようと思うっき様子見ようと思ったやつが急に暴発しちゃった。じゃあ、来年は対象取りますし、対象取りますと。守りましょうか。せので言いましょうか。いっちゃうはい。せーの。来年は対象を取ります。スタップ細胞あります。 ほぼおぼかただったけど、今、おぼかたさん思い出しましたけど、完全に。あの日ね、うん。違うのよ。来年はね、スタップ細胞を取りますし。<いや> <laughs> 万能に変化するやつ取らないのよ。<laughs> うん、違う違うあ。それじゃないんだ。ジャパンポッドキャスタードの最、ね、初、ね、対象来年は本当に取りますので、応援よろしくお願いします。ししますそして僕らも、皆さんの見てない引き出しあ、皆さんの見てないゆる言語学ラジオを見せられるようにう、ね。 新しい引き出しを増やしていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。もう本当に今回は投票ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、そういう感じで本日も終わりですかね。はい。じゃあ、ちょっとすみません、皆さん、なかなか3時間やっちゃいました、結局。ジャスト3時間やっちゃいましたけれども、うん。もういいよ、まあ。もういいっすね。はい。あのー、まあ、こんな感じでね、節目があったら、今後もライブやっていきたいと思いますんで。また、次は年末とかですかね。はい。またね。あ、そうなの年末までやらない。<laughs>